やはりまるで人気がないなあ、うん、あ、なんだか穏やかじゃなさそうだ。 シャナ無事だないきなり殴りかかってくるとは気絶させ身ぐるみを歯茎だったんだろうシャナやはり一条まで行かないか 時様が嫁がれた貴族の屋敷は一条にある危険がないか確かめたいだろうただ一条に向かうだけじゃない弁慶を探しながら行くんだいなければいないで安心だろ でも本当に久しぶりだよね兄上とこんな風に二人で過ごせるのはそなたは随分忙しくしているようだったね白拍子たちとの遊びのことつまみ食いするにはちょうどよくてさそこまで極上なわけじゃないけどいい餌って感じだよやりすぎたって相手は気づいてないし そう、しかし杉樽はなお及ばざるがごとしあまり遊びすぎるのもね兄上がそう言うなら控えるよ飽きてきてたし戦の方がよほど楽しいああ兄上と一緒にまた戦場に立ちたいなここまで暇だと平家の映画も考えものだよ 平家の映画かそなたは今が映画の盛りと思っているのかなまさかこれから先もっとずっと繁栄するよ父上だけじゃない兄上と俺がいればこれ以上の映画は当然でしょああ確かに なんて平家の映画を信じる重衡に水をさすのは面倒だなだからといってそう楽観的にもなれないそもそも映画など何の価値がある何の変化もなく心も動かぬ毎日にどんな楽しみが戦すらただの作業だ 立てば必ず勝てる戦場に心躍る重平がうらやましくすらある季節が巡れば花は咲く変化などどこにもないん今香りのような何かが一体何だ どうかした兄上いやこの屋敷はどこの誰のものだったかと思ってね一条長成の屋敷かな立ち寄るのうだつの上がらない男って話したしもてなしは期待できないと思うけど確か 塀の穴を修理する余裕もないとかうんでは迷惑にもなるからやめておくとしようだが酔いざましにぐるりと歩いてみようか兄上も物好きだなま急いでないし別にいいか。 母様、母様、姫がきっとも泣きやみません。若君は心配しなくて良いですよ。よしよし姫君、いい子だから泣き止んでくださいね。姫君は母様がどこかに行ってしまうのが心配なのでしょう。大丈夫ですよ。ずっとここにいますからね。 ずっとそれ母さまの名のようにときわとはとはにということでしょうええそうですよこの名の通りずっと一緒におりますからね。 本当にずっと一緒にいてくださいますか源氏の皆様のもとにお戻りになられないでしょうか心配はいりませんよ、若君。今の母は一条の者。源氏とのご縁は耐えておりますから。母様あらあら若君。 甘えん坊ですね。 すまない俺が一条に行こうと言わなければ。 わかった。お前がそう言うならもう何も言わないそこにいるのは誰だい怪しいやつ兄上ここは俺が。 《お前たち何者だ早く答えろ》《聞いているのかその担ぎもさっさと取れ》触れるな!な》なっ俺の手をはたくと。 行くぞ <laughs> あいつら、俺たちに逆らう気ハハハ平家に手をあげるなんて、前代未聞だね。 笑ってる場合じゃないしおうよ、兄上くそ、どこへ逃げたなかなかの逃げ上手だね。私たち二人から逃げおせるなんて。もう、そんなのんきに返さないでよ 友森様重衡様お前たちは紀常のところの者だな母紀常様がお一人で武蔵坊弁慶を探しているとのよしお役に立ちたく思いお捜ししておりますお二方は紀常様のお姿を見ておりませんか いや見かけてはいないがおいお前たち、ノリツ常を探しているならついでに怪しい二人組も探せあそれは一体俺にブレイを働いた不届き者だ一人は担ぎをかぶってるまだこの辺りをうろついてるはずだ なんと重衡様にプレをこうしてはおれんその狼藉者たちも早急に見つけねばよしならついてこい その先がばした、だ。鴨川まで来ていたみたいだなクソ、俺のたちを軽々と…拙者、子供の相手はせぬ。どこぞの侍の子ではあろうが、武勇伝を欲して倒れるには早すぎよう。 弁慶、貴様ふざけたことをぬかすなそれに今の声平範常じゃないか 我が名は能登守範経。いざ尋常に勝負せよ平家の金達が自らお出ましとあらば話は違う寿司者平家一門に因縁があるその名を聞いて見逃すわけにはいかぬん 他にも誰かおるな、仲間か。何。貴様らか。邪魔をするな。武蔵坊の相手はこの俺だ。はあ。 ノリツネは俺に任せろ行くぞ貴様の相手は俺だ邪魔をする気が今宵は勝たせてもらういや また子供かだが能登守の仲間に加減はする覚悟 <noise> 刀を下ろせば見逃してやるぞ。 体勢で足を狙うとは子供とはいえそのたを奪う価値がある武蔵坊弁慶誓願あって刀を処申す命惜しくはちを差し出していく 出番はないぞ まさかあれほどの動きとは。 ごごときに抜かるとは。のりつね、大丈夫かい？楽しそうなことしてるじゃん。手を貸してやろうか。 おももり茂平らその名は平家の金立ちだったとは <laughs> 驚くにはまだ早いよ。 サムライどもかノリツネ様お前たちなぜノリツネ様をお助けしたく探しておりましたお下がりくださいあとは我らがお前たちこそ下がれ俺の勝負の邪魔をするな いえ、そうは参りません皆、直ちに奴らを捕らえようノリツネ様をお守りしよう。おお<う>まずはあの老石者の方だノリツネ様に刃を向けるとは許せん絶対に逃がすな お前は逃げろ。いいから行け、シャナオ。シャナオ。まさか、源次郎。

道のりを振り返ることも時には重要だ。 逃がすか勝負だ、シャナオ。お前との決着はついていない何 ノリツネ様が倒されガッ 様違う早く手当てを<あ> <laughs> のツ常様何だあれはこの俺が負けたしかも一瞬で フッああ問題ないだがこの人数じゃお逃げください 待て、貴様逃げるな邪魔はさせる！どけー、ビ何があろうとも、通さぬわかった <laughs> よししからば拙者もごめんああみんな吹っ飛ばして逃げちゃったよ。 そのようだねこんなことなら俺たちも加わってればよかったな二度も逃げられたなんて面白くないけれど簡単に捕まるようではつまらないんじゃないのかいあれもしかして兄上ちょっと楽しんでる さあどうだろうね意地悪だな兄上はねノリツネうるさいもう、俺に当たるなよそれよりさっさと追わなくていいわけ分かっているこの傷 この雪辱は必ず果たすこの俺が人たち浴びせられただと血を流すなどくそっしの王を追え早く見つけ出すんだおう <laughs> 共に歩んでくれるのだろう。待ってやるから早くしろ。頭が痛い。それにめまいまで。確か俺は。 そうだシャナ <laughs> よかった呼吸は安定しているな急に動かぬほうがよいあれほど打ち据えられたのだ武蔵坊弁慶 貴様、なぜここにおぬしらが飛び込んだ後すぐに追いかけ川から引き上げたのだお前が俺たちをなぜだそんなことより痛むのは肩か見せてみろ何をする触れるな 薬はないが、肩を固定すると多少楽になる。そのままでは、主も守れぬぞ。<laughs> 起き抜けの状態では混乱もしておろう。だが、拙者は敵ではない。拙者、平家に恨みがある。源氏方であるお主らとは、 気持ちの方向が同じとは言えぬかだから俺たちを助けたというのかさよう源氏の御曹司シャナ王殿が平家に囚われるなどあってはならぬしかしこのままではやがて平家に発見されるであろうその前に逃げなければ 今拙者を信じろとは言わぬだが平家に抗うためにも肩を見せてくれ分かった今はお前に従うのが最善のようだうん。 手慣れているな。こういうのは得意なのか修行をしているうちに、このような手技が自然と身についた。よし、これでいいぞ。して、シャナオ殿の加減は… <laughs> シャナオに触れるな しかし怪我がないか確認すればダメだ確認なら俺がやる承知したお主が拙者を信頼せぬのは当然のこと 目を覚まされたかいやしばらくは起きないだろう怪我はないようだしまだ休ませてやりたい以前にも何度かあった人並み外れた動きをした後は気を失ったように眠る不動堂々の屋根から飛び移った時もそうだったな 怪我した小鳥のために無茶をしてシャナはいつも誰かのために無茶をする今回は俺のためにうんご無事ならよかったしかし今は一刻も早く逃げなければ。 無傷の拙者がシャラ王殿を引き受けよう源氏の方をお助けしたいのだお前を頼れとそうだ話は分かった確かに今大事なのは逃げ切ることだここはお前の力を借りよう そうかだがシャナン王を託すわけにはいかないお前には先導を頼むその怪我でか大したことはない行くぞ 分かった。ではこれからしばらく堂々しいん…これはまずいどうした問題でもあったかああ拙者としたことがお主の名をまだ聞いていなかった何こうして出会ったのも縁あってのこと。 できれば教え願いたい俊元叉男と同じクラマの者のだそうか俊元かでは改めて参ろう まだ歩けるか大丈夫だ本当かああ何度も確認しなくていいそうだなお主の心意気拙者はまだ見くびっておった許してもらいたい 突然何の話だお主のような忠義の者がいてシャナ王殿もご満足なさっているだろう忠義の者ああそうかそういうふうに見えるよなけどシャナ王は俺のことを家来だと思ったことはない少なくとも今まではな うん、ではお主自身に源氏との結びつきはないのかいや俺の父は今は亡き源氏の棟梁義朝様にお仕えする侍だっただが俺たちは父たちとは違う俺とシャナオンは子供の頃から一緒に育って主従関係という形から切り離されていた だから、俺はシャナ王のことを守ると決めているが、それは、主従を結んでいるからじゃない。そうか。実際のところ、俺たちの間柄には何と名前を付ければいいんだろう。幼馴染みというのも、なんだか違う気がする。俺が家来として、シャナに忠誠を誓う。 そんな未来がもし来たらその時俺は今までどおりシャナのそばにいられるんだろうか気づいたか どこか調子の悪いところはあるか 顔色を見る限り大丈夫そうだなよかった蔵間寺へ向かう途中でございます眠っていたのは一刻ほどでしょう 大丈夫だシャナオこいつに敵意はない俺たちを助けてくれたんだああ川に飛び込んだ後も俺たちを岸辺に引き上げてくれたそうだ。 待ってやるから早くしろ俺たちが川に飛び込んだことで一旦追っ手を負けたんだだがそのまま今日の町にとどまっていたら見つかってしまうだろうからこいつと共に逃れてきた。 仕方ないさ。平家の者たち相手にお前はいつも以上に動いていたうんあのような立派な戦いぶりなかなか見ることはできないでしょうさすがは源氏のお方。 いえ、礼など必要ございません。拙者は当然のことをしたまで。ええ、そうです。<laughs> この武蔵坊弁慶をシャラ王殿の家来にしてくだされま,まさかそんなつもりで俺たちを助けたのか ておられたのですねさよう拙者は平家の者に逆らったため比叡の山を放逐されました <music> 所要にて京の町に降りたところとある貴族が町人に言いがかりをつけ斬ろうとしたところに居合わせました間に割って入りつい打ち倒したところ これが清盛の孫助盛とかいう平家貴族そこから恨みを買いあらぬ噂をでっち上げられた末比叡山を追われたのです平家らしい横暴さだな比叡山もお前をかばわなかったのかしかり致し方もござらぬ。 寺を出て京の町まで出てきたところまた平家の者に絡まれたので最初は身を守るために刀を奪ったのですがよく考えたら平家の者どもがたちを持つからこのようなことが起こるのだと気づき申した連中のたちを全て奪ってしまえば無体なこともできぬだろうと思い シャナオー殿は見事、平の野紀常を打ち倒したではございませんか。話した通り、拙者は平家に恨みがございます。なれば源氏の御曹子であるシャナオー殿は、我が主にふさわしき方でしょう。シャナオ。 これ以上聞く必要はない。こいつの言い分はわかったが、家来なんて無理だ。角日様にもこんな話はできないだろう。厄介なことになる前にはっきり断るべきだ。 しし、かあなたは源氏の御曹司いつまでも鞍馬寺に籠もっておられるようなお方ではないはずです平家の手で荒れてしまったこの世で源氏のお子は民の希望でもありますもちろん拙者も同じ気持ちですからいつか来たる日のために何とぞ拙者を家来に 武芸の腕なら他には引けを取りませぬしかしそれはもう収まらぬことと愚行いたします昨夜 殿は平家の金達である平範常を一撃のもとに打ち倒されました平家にとっては屈辱の出来事です殿にはその気がなくとも平家からすればこのまま済ませるわけにはいかないでしょうだがあれはシャナ王の意思ではない昨夜の戦いは。 ツネがャナ王との立ち会いを望んだ結果だそうだとしても平家にとって源氏に負けることは最もあってはならぬことこれで肩がついたとはとても。 かり申した今は決意が固いとお見受けしました宿命が整っておらぬのでしょうここは無理を申しますまいこちらの望みばかり申し上げた無礼お詫びいたしますただ何かことが起これば必ず御身のために汗参じましょういつでもお呼びください 寺まではもう一本道。シャナ王殿も歩けるようなら同行は不要でしょう。話ができてようございました。では、ごめん。 だが家来にするわけにはいかないお前も分かっているだろそうだなだが走るのはやめておけさっきまで気を失っていたんだから。 無理ななんてしてしいない。それよりもいや何でもない早く戻らないとないいんだ今は急いでいるだろう。 昨晩のお前は無茶な戦い方をしていた常に俺を守ろうと己を顧みず守ってくれたそれがすごく悔しかったんだだって俺は山を降りる時に誓ったろ本当は俺がお前を シャナオ…それは。 それを言うのは俺の方だ。でも、これでは堂々巡りだな。 ああ、何たる落ち度だ、ノリツネ。分かっておるのか破壊層を捕らえられぬばかりか、あのシャナ王と京の町で大立ち回りなど。申し訳ございません、父上。友も重平、おぬしお主らも同罪じゃ。その場に居ながらミスミス連中を取り逃がすとは。 そうは言うけどさおじゅうえ俺と兄上は偶然居合わせただけだし言い訳など不要まことおじゅうえのおっしゃるとおりノリツネへの助力も至らず全員逃してしまいましたからね分かっているならなぜすぐおわなんだ 追いはしたのですが彼らの方が一枚上手でしたこの深くお詫びのしようもありません良 <laughs> いかこの話はすでに兄上の耳にも入っているあの兄上のことだどれほどお怒りのことか 道に迷わぬようしっかり確認せねばノリツネはここか兄上ノリツネ頭を下げよ兄上 こたびの具足の不始末まことに申し訳ございませぬまさしく愚足じゃな範森この失態高くつくぞ最も愚足を持ったのはわしも同じようじゃがのう智森重平俺たちも 納得いかないな父上のお怒りはごもっともです。面目ございません。源氏の忘れがたみと立ち回った末に取り逃がすなど、面目が立たぬでは収まらぬわ。兄上、お怒りはごもっともですが、どうかこのノリモリに免じて。 ノリモリ、お主は悔しゅうないのか例の源氏の子シャナオウと申したかあやつとツ常は同い年であろうツ常よりもシャナオウが上と言われてもよいのかひいては平家の誇権に関わるのじゃぞまことに申し訳ございませぬ <laughs> へえ父上もシャナオの噂は知ってたんだてっきり興味ないのかと思ってた昔除名したのも気まぐれでしょ時は御前の魅力にほだされて源氏の子の命を助けたとか噂になってたけど重衡 父上には深いお考えがあってのこと私たちがとやかく言うことではないよでもさ源氏の子なんて平氏の乱の時に皆殺しにしておけばこんなことにならなかったのに知れ者がわしに意見するというかこの平家の棟梁たるわしに 重平。父上に謝罪を申し訳ございません過ぎたことを申しました弟の不始末は兄である私の不始末友森からもお詫び申し上げます父上ふん、白々 <laughs> し,しい わしとて母上の取りなしなくば頼朝もシャナも命を助けてはおらぬそれは池の善に様でございますかそうじゃ幼い子らの命を奪うのは忍びないと泣いて頼んできたのじゃおばあ様がそんな仏心をねえ 俺や兄上には全然優しくなかった記憶しかないけどわしとて父上の精細なる方の頼みをないがしろにはできぬしかし確かにわしの失策であったわあの時頼朝を伊豆に流したようにシャナ王も流刑に処せばこのような恥をかかずに済んだかもしれぬな くそとにかく源氏の子に負けるなど由々しき事態じゃわしの顔に泥を塗っただけではない公家どもがこの話を聞いたら平家のことをどう思う弱き侍の集団だと侮るに決まっておるそれでよいのかツネ わしら平家がそのような扱いを受けてよいと思うておるのか。<laughs> その通りだ俺は清盛様の平家の名を汚したも同じこんな傷まで負って悔しい自分が腹立たしいなぜ俺はあいつに勝てないのだ俺とあいつの何が違うのだなんとか言え お主の口は役立たずの穴か返す言葉もございません。平家が侮られるなど、あってはならぬこと。ましてや平家が弱いと貶められるなど、決して貶めたのはドイツじゃ わしが天下を手中に入れるためにどれだけの力を振るってきたと思うお主はそれを台無しにしたのじゃよりにもよってあの源氏の意地相手にこうなれば一切容赦はせぬ平家にとって敗北などあるまじきこと公家も民草も源氏も 皆わしの力の前にひれ伏すのが道理じゃツネ、ね、お主はこれを敗北としてはならぬこたびのことは払拭せよよいな払拭とはシャナ王を排除すればお主の敗北などないも同然じゃ 兵を率いて倉間寺ごと討ち取ってんばいる。<laughs> 兄上、さすがにそれは。<laughs> お考え直しください。寺は公家との結びつきが強うございます。我ら兵家といえども、簡単に手をかけるのは問題に。 何を言うか範森源氏の意地に負けたということはそれほど重い失態じゃぞおのれらがどれほどわしを怒らせたのか身をもって分からせるそのためならば手段など選ばぬわでですが <laughs> よいな律ね。 必ずやクラマデラを落とすのじゃ平家を貶としめる者を決して許すでないそうでなければノリツネお主は二度と平家を名乗れぬ者と思えあ兄上それはどういう感動じゃクラマデラを攻め滅ぼさねば 平家から叩き出してやる。良<っ>いな、必ずや成し遂げるのじゃぞ。兄上、お待ちくだされ。兄上。ああ、大事になったね。さすがのりつね。 あそこまで父上を怒らせるとは <laughs> まさか鞍馬寺を攻めろとはなその上できなかったら感動とはねやるしかないよノリスね。父上は言い出したら絶対に曲げないしこのままじゃ平家を追い出されるまっ やることは簡単だって平家の軍勢を率いて鞍馬寺を攻めるだけだふざけるなそれではただの平家対源氏だろうそれでシャナ王に勝ったとしてもそれは俺の力じゃないえ 勝負は公正でなななければならないただ一度の敗北で兵など使えるか<笑><笑>じゃあ何こうして大軍で攻め入るなんて卑怯者のすることだってこと己自身の力で勝負したいってやつフッノリツネってば純粋なんだね 黙れ <laughs> 本当にバカだなノリツネそんな段階もうとっくに終わってるのに負けたお前が悪いただそれだけだよノリツネこうなったのはお前が勝てなかったからだくッ <laughs> そのくらいでやめなさい重平。言い過ぎだはーいノリツネそなたの気持ちもあるだろうが父上の命令に背けはせぬ覚悟を決めなさいやれないって言うなら俺が譲られてもいいけどねその役 最近暇で退屈してたからさ少し時間も必要だろう私たちも戻ろうかええ兄上じゃあねー俺は 外出を許した覚えはないが俊元その方はどうした痛めました比叡山の僧に手当てをしてもらってそなたたちが出かけたこととその怪我には関連があるのか どういうことか説明しなさい。 自分が何をしたのか分かっているのかなぜわしに相談しなかったのだ道のりを振り返ることも時には重要だ俺のせいです角日様。 俺がの,つねの挑発に乗らなければ。<laughs> 予想今となってはどうにもならぬそれよりこれからのことだこの鞍馬に預けられたシャナ王が平家の金たちの一人を打ち倒したのであれば六原は黙っておらぬだろう 身柄の引き渡しを要求してくるのは明白だだが鞍馬は応じぬだとしてもだ平家の者たちが簡単に引き下がるとも思えぬ 強引な手を使ってくることも考えられようまずは平家の出方を見据えねばこの話今宵はここまでとしようそなたたちは今は休むように。 軽々しく頭を下げるでないそなたは源氏の棟梁の子その誇りを忘れるなまた明日の朝に話すことにしようでは 何か食べてから休むかわかった。ゆっくり休めよシャナ。 待て貴様逃げるな 《シャノン驚いたな》もしかして早く寝すぎて目が覚めたか俺も似たようなものだそれで少し外の空気を吸いにな。 どうした体はまだ疲れているんだろう部屋に戻るか そんな,こともあったなスクヨードウなどわからないから適当に星を数えたりするだけだったけどお前は目がいいから俺に見えない星まで指して驚いたよ。 周りで一緒に見ているのにわからないなんて、悔しかったんだ。 そそろそろ戻るかさすがに体も冷えてくるそんなに険しい顔じゃ眠気なんてやってこないぞ大丈夫だ シャナ俺はずっとお前と共にあるそれだけは忘れないでくれおやすみ。 おはよう。あれから少しは眠れたか どうした俺の顔に何かついているのかシャナオ様失礼いたします。 私から説明いたしましょう今朝いつものように都で商売をしておりましたら妙な話を聞いたのでございます早朝から平家の侍たちが戦自宅をし六波羅に集まっているとまるで軍を編成するかのようだったそうです中心となる将は平の重衡 並びに平の乗りつねと聞いております <laughs> まことでございますその話を聞いた後ちょうど兵家の者が私どもの商売しているところへ訪ねて参りまして金を用意せよとのお達しでした 私どもから買い上げた金を使って装備を整えるようでしたその際「クラマ」という言葉もちらりと耳にいたしましたそれでいても立ってもいられず 日様、お話が角日様、シャナオと俺を、このクラマデラカラハモンステクラ何ですと 覚悟の上かそれはなまなかな道ではないぞ覚悟の上ですシャナ王が破門され鞍馬寺との縁が切れれば平家がこの寺を攻める大義名分を失います大義なく難癖をつけて攻め寄れば他の寺が黙ってはいないでしょう御仏をないがしろにするのと同義ですから。 だから、角日様シャナ王と俺を、破門してください俺は、シャナ王と共に行きます俺だけ残って何とするそれに、俺はお前と共にあると言っただろう。お前一人を行かせはしない。 そんな形で失うことになろうとは。思いもよらなんだ。シャナ王。春元。はい。そなたたちの覚悟。しかと受け取った。そなたたちは源氏の名を追っている。 こんなところで平家に滅ぼされていいわけはない口惜しいがそなたたちの言う通りこれが最善なのであろうな少しよろしいですかもし皆様方がよろしければシャナ王様たちの行き先は この吉次にお任せいただけないでしょうかどういうことだお二人を奥州平泉へとご案内させていただきますシャナオ様一度 欧州の平泉に足をお運びいただくのはいかがでしょうはい彼の地は源氏にもゆかり深くとても広い地域にございますぜひあなたに訪れていただきたいのです平泉はこの京の遥か北東の地 番地のように思われるかもしれませんが実は全く異なります今日に劣らぬ美しさを誇る広く壮麗な都ですそして先ほども申しました通り源氏への恩義を忘れぬ土地でもありますさ最多桁源氏の統領のご子息とあらば諸手を挙げてお迎えいたしましょう 確かに、今はそれが最善かもしれぬ今日から離れ力を蓄えるのだシャナオ俺に異論はないお前が行くなら俺も共に行く。 平泉の御当主である秀平様も、きっと喜んでくださいます。そうと決まれば、すぐにでも立ちましょう。平家はすでに兵の支度をしている。時は一刻を争います。どのようにして京を抜けるつもりだこの倉間からあたごの山を越え、大原を経て比叡山の山麓から、 琵琶湖西岸の片田に出るのがよろしいかと片田からは琵琶湖を船で渡り近江に出られます平家の侍たちよりも俺たちの方が山越えに慣れている今すぐ立てば先んじられそうだなええ私もそう思います平家がいつ攻め込むかは分かりませんすぐに出ましょう 私は共回りの者たちに出発を告げてまいります気が進まぬかシャナオそなたは自覚せねばならぬ己が源氏そのものだということを。 これまでそなたにあらゆる学問と武芸を授けてきたのはひとえに源氏再興のためと心得なさいそなたが源氏の再興よりもこの鞍馬寺で心穏やかに暮らしていくのを望んでいたのは知っておる。 源氏へのの周囲からの期待、嫡男である兄頼朝殿の存在そしてそなた自身の秘密心優しくまっすぐなそなたには重くのしかかっていただろうシャナオそれでも顔を上げなさい 顔を上げていい。きなさいそなたには教えられることすべてを授けたそなたが目を背けても先の源氏の棟梁の血を受けている事実は消えはせぬ覚悟が決まらぬかならば。 その迷いを忘れなければよい己が何者なのか何をすべきなのか常に自分に問い続けなさいいつか来るであろうその時に備えて。 なんだ言われたそばから不安そうな顔になってそのくらい眉の潜め方でわかるさお前は意外と顔に出る真に受けるな冗談だ なんとなくそう思ってるんじゃないかと思っただけだだがそう身構えることはない迷った時は俺がいつだって話を聞くお前は一人じゃないんだ大体いい気真面目すぎるんだシャナオは放っておけば 心が自然に決めるから安心しろ俊源お主は覚悟を軽々しく口にしすぎるそうでしょうかならば自然にそう心が決まったから口にできたのかもしれませんシャナ王が源氏の名を追って生きるのなら俺はその隣にいるそれが俺の宿命です お主は昔からそうだったな宿命をそうやすやすと受け入れられるものは少ないお主の迷いのない心がシャナ王の支えになるだろう必ずシャナ王を支えます角道様これまでありがとうございました 根性の別れのようなことを言うでないそなたらはどこに行ってもこの鞍馬山の子わしらは必ず助けとなろうわしはそなたを信じておるその才と誠実さをだから今は耐え忍び生き延びよ俊元頼んだぞはい お任せくださいシャナ納春元そなたたちをこの鞍馬寺から破門に致すこれより先そなたたちはこの鞍馬寺とは関わりはあらず。 その胸を記した書状は追ってしたためるものとする平家もそれを見れば兵を引くだろう行きなさいでは参ります行こうシャナ。 したなこれで波紋の書状が平家に渡れば連中もここを攻める理由を失うはずだだが間に合うと思うかどうなさいましたかお二人ともすぐに出発いたしましょうここから先は 山を越えて近江まで行かねばなりません別行動とは何をなさるおつもりですか何ですって平家の者どもに。 俺たクラマデラとはもはや関わりがないことを懸念するつもりか確かに平家は最近各寺への締め付けを厳しくしていると聞きます ですが今日の町なら人目もあるそこで宣言すれば人々の知るところとなるか分かった危険は承知の上だ俺はお前について行こう吉次殿教えてくれ近江ではどこを目指せばいい ならば鏡の宿というのがございますそこでおち合いましょうお二人が先に到着された場合も吉次の名を出してください宿の主は私のことを承知しておりますい,いえですがさすがは源氏のお方 その大胆さは、お父上譲りですな。どうか、お気をつけください。 おや重平まだいたのかいつねと蔵間山へ出陣と聞いたがああ兄上それが兵の数が揃ってないとかで待たされてるんだよね俺とつねが将を務めるんだし別に少数でもいいんだけど <laughs> 周囲に力を見せつける目的もあるからね。そうもいかないだろう。それで、ノリツネはどうしているんだいこたの件、納得していない様子だったが。なあ、まだ気乗りしないみたいだよ。一騎打ちにこだわるなんて意味がわからない。 も本当はわかっているよ。だが気持ちはそう簡単に割り切れぬもの一本気なところは実に紀常らしいただ単純ってだけじゃない源氏相手に真っ向勝負なんてそもそも同等の立場でもないのにそなたは本当に平家らしいな重衡。 そりゃそうでしょ。俺以上に平家らしい平家なんて、父上と兄上くらいしかいないよ。それより兄上は本当に出陣しないのせっかくの戦なんだし、一緒に暴れたかったな。そなたとのりつがいれば、こと足りるだろそれはそうだけど、兄上がいたら、 より深い絶望が見られるああほらあのシャナ王の反応とか見てみたくないシャナ王そうそう夕べの五条橋ではそれなりの動きをしてたあいつああツ常が倒された。 本当に兄上は何にはも興味がないよねま俺も力試しができればってくらいだけど最近ちょっと退屈だったから今回は趣向を凝らすつもりなんだでは楽しんでおいで逃げられないといいねそんなヘマはしないって。 獲物を追い詰める瞬間が一番楽しいんだし。シャナ王もきっと喜んでくれるよ。きっと、ね。 このあれをやはりひどいものだな心配するなシャナ一条の辺りはここまでじゃなかったろ常盤様の身を案じる気持ちはわかるが。

ご無礼をお許しください立ち聞きするつもりはございませんでした今日の町に戻ったところ不穏な噂を聞きつけたため平家の様子を探っておりましたももしや蔵真攻めのことかさよう 今まさに平家が戦自宅をしておるあの通りを抜けた先だご安心くだされシャナオ殿奴らにクラマは攻めさせませんこの武蔵坊弁慶が皆打ち倒してみせましょう 寺に攻め入るなど言語道断平家の暴挙を見過ごすなどできません。それも殿のいらっしゃる鞍馬ならばたとえ一人だとしても止めるつもりでしたどういうことでしょう なんともしや寺にルイが及ばぬよう自ら申し出たのですかなんという大胆なことを。 しかしよくご決断されましたならば拙者も共に参らせてくださいだからこそです今の話を聞いてなおさらシャラオ殿と参りたくなりました殿に何かことが起これば必ず長さ参じる その誓いを今こそ果たしたいのですシャナオここは協力してもらおうおうそなたならばそう言ってくれると思ったぞ この作戦は必ず成功させなければならないお前も分かっているだろうそのためにも弁慶はいてくれた方がいいはっお任せください必ずや御身をお守りいたしましょう 鏡の宿まで行けば吉次殿が待ってるはずだそこまで気を抜くんじゃないぞあそこです殿思いのほか大軍だなあれでクラマを攻めようというのか 行くぞシャナ <laughs> <laughs> 貴様何者だ な、それでは鞍馬攻めはだが清盛様の命だぞやめるわけにはいかないだろうししかし無関係なら寺に攻め込むのはさすがにまずいんじゃないかなら鞍馬攻めは中止か ねえ、何やってるのお主は…?平野重平…今、波紋って言ったもしかして、倉間寺を守るための宝弁 うん、なるほどねけどそれじゃあつまらないな余興ならもっと面白くしてよへえじゃあ俺を無視するってことせっかく客人を連れてきたのに。 ああ、そうだよ <laughs> そう急がないでよきっと喜んでくれると思うからさほら ちょうど来たよどう 時は午前に会えた感想は。おい、しっかり立て。お、おやめください。どうか、どうか。 待てそうです下手に動いてはなりませんはははいい反応だね昨夜お前たちが一条にいたのはやっぱりこの女に会うためか。こうして母親に会えてさぞ嬉しいだろ 抑えるんだ。冷静になれ公家の奥方を乱暴に扱うのが平家の流儀か あ,あ確かにこれはやりすぎかも父上に見つかったら叱られるかなあけどそれも常盤御前が源氏と関係を立っていた場合だけ今でもつながっているなら話は別だねえ常盤御前教えてよあんたは今も源氏とつながってるのそんなこと 私は源氏とはもう何の関係もふんでも口では何とでも言えるよねゆうべあいつらが一条通りにいたのは事実だしあいつら どんなに関係がないって言ってもなかなか信じられないよねそそんな <laughs> 何泣いてるんだか恨むんだったら自分の子シャナオを恨みな。 じゃナな。 いいねその顔じゃあもっと面白くしようか <laughs> 何言ってるんだかそれじゃ面白くない そうだよ、俺を退屈させないようせいぜいもがいてくれないと惨めに命乞いをするとか取り乱しながら切りかかるとかさ <laughs> ふざけてないって至極本気だよだから手始めに。 お前の母親を目の前で切ってやるよいえ <laughs> そうこなくちゃ いいねその動きな,なんだ早い 《今の力まさか!》 もういいもうやめろ なあ、なんて、むごい。は <laughs> っ <laughs>、はっシゲヒラ様シゲヒラ様がうぅ、うぅあああ対局だ急げシゲヒラ様を運べ 敵は去った。もう大丈夫だ。ごぼどもご無事です。 え <laughs> なぜ来たのどうしてそっとしておいてくれなかったのどうしてお前などお前など私は常盤様おやめください <laughs> 気が動転しておられるのでしょう。屋敷までお連れいたします。弁慶、常盤様を頼めないか。一条のお屋敷までお連れしてくれ。また平家が来るかもしれない。一条様にお話をして、しばらくの間、京から離れるようお伝えしてほしい。承知した。俊源。 お主は殿のことを頼む <laughs> ごごめんなさい。<laughs> 本当にごめんなさいうう <laughs> 許してどうか。<laughs> 大丈夫です様、もう平家は去りましたからごめんなさい <laughs> ごめんなさい <laughs> さあ参りましょう シャナ俺たちも行こう鏡の宿で吉次殿が待っている常輪様は大丈夫だ屋敷に着けば落ち着かれるだろう 俺たちが破門になったことも献殿できた。これで平家も、クラマを攻めるような真似はしないだろう。シャナ、肩を貸そうか。 宿場までは距離がある無理するな <noise> 分かっただが休むにしても。 まずは都を出ないと手をつないでいくか大丈夫だシャナ俺がちゃんとお前を支えるから手を出してくれ俺に寄りかかってもいいからな。 疲れてるんだからいいんだ。お前はよくやったよ、シャナ。ああ、そうだ。お前のことをずっと見てきた俺が言うんだ。間違いはない。お前は、本当によくやったよ。だから今は、少し休んでもいいんだ。 大丈夫か？なあ、シャナ。<laughs> 大丈夫か？顔色が悪い。 無理をさせてすまなかった鏡の宿に着いたぞまずは休もうああここまで来ればしばらく追っては来ないはずだ吉次殿はまだ到着していないようだがいずれ合流できるだろう先に宿に入ろう 今日はもう寝たほうがいいほら寝床も用意したからさっ なぜ来たのどうしてそっとしておいてくれなかったのどうしてお前などお前など私はサノ。その どうしたんだどこか怪我でも。 言うなシャナ今はゆっくり眠るんだ疲れが取れれば心も落ち着く大丈夫大丈夫だ シャナもういいのかほとんど手をつけていないじゃないかやはりあまり眠れなかったか謝らなくていいただそれでは体がもたないぞ なあまり思い悩むなお前が苦しむ姿は見たくないそこまで思い詰めるならいっそ俺はいっそすべてを捨ててもいいと思う。 俺もお前も源氏に関わる全てを捨ててただの人として生きるそんな道もあると言っているんだお前はこれまでずっと辛い思いをしてきたクラマを守るために山を出ただけじゃない親子の縁だってままならなかった常盤様を守るために剣を振るっても 再会を喜ぶことすらできなかったお前に常につきまとう源氏がこれ以上お前を苦しめて傷つけるならいっそのこと <music> そばでずっと見てきたお前が悩み迷いながらも耐えている姿を。 でも、だからこそ言いたかった。これ以上は、見ていられない。 ああ、すぐに決めなくていい。まずは平泉行きを見合わせないか今、源氏の子として扱われるのは、お前にとって辛いだけだ。ならば平泉へ急いで行くことはない。俺は、お前の心を一番大切にしたい。だから。 anime. 今日はいい天気だなこれなら距離も稼げそうだどこへなりとも行けるさ俺とお前の二人なら焦る必要はどこにもない街道に出れば宿だってすぐ見つかる とりあえず東へ向かおう西へ向かうと京に戻ってしまうあ,あ行こうここの山は鞍馬と少し雰囲気が違うな。 聞いたことのなあシャナせっかくの旅なんだ何かしてみたいことはないのか俺たちはずっと蔵まで暮らしてきた。 ここうしててて今日を出るなんて初めてのことだろ行き先も決めず進んでいる今お前は何でも自由にできるそう考えればやりたいことや行きたい場所が思いつくかもしれない。 自分は源氏だからとかそういうことは一切抜きにして考えてみるんだ。 やはりその願いは変わらないんだな見識を なんだかシャナらしいなああお前は昔から何にでも熱心だったからな他には思いつかないかだってせっかくの機会だろこれまで山にしかいなかったのだから俺は シャいろいろな希望が聞きたいんだ「海か」か俺も書物で読んだことしかないが。 それを確かめに行けばいいじゃあ海が見える道を進もうまずは東海道に出ないとなここからだとしばらくかかるが街道に入ってしまえば楽になる三河や遠東江東駿河辺りも海がよく見えそうだ どうしたそうだな。だが無理は禁物だ休みたくなったら言うんだぞ。 シャナ今日はこの辺りで宿を取ろうそナ何か書いてあったか 駿河に入ったからな。このまま街道沿いに進んでいけば、伊豆や相模に迎えるぞ。シャナ、何を考えてるんだ海を見たいと言った時から、 少し元気が出てきたように見えただが何か気にしていることもあるんだろう。 頼朝殿のことかさ触らないでシャナ。 だったら伊豆へ向かおう頼朝殿にお目通りを願ってみればいい行ってみなければ何も始まらないそうだろ礼を言うのはまだ早い。 まずは今日の宿を決めなければ。 なんとそれはまことか源義朝の子シャナ王が平家とのいさかいを理由に京を出て行ったとはいおそらく平家側が何か言いがかりをつけたのでしょうシャナ王の名が知れ渡ってきたことを邪魔に思ったのに違いありません平家の考えそうなことです であろうな。シャナ王はクラマデラで君等を受け、武芸に優れた才を発揮していたというではないか。いずれ、平家打倒の良き旗頭になると期待する者も,も多かったというのに、なんとも惜しい。 これで源氏一族のうち他に残っているものは社名王の兄であり源氏の嫡男である頼朝そして紀荘にいる源義仲となりますだが頼朝は伊豆に追いやられたニンの身の上義仲も都から遠い信濃の田舎武者だ大した力があるとはとても思えぬ この平家の牽制を揺るがすことなどできぬであろうよ。 平家の世、平家の春か。この春の空気は香りが強すぎて、私にはちと肌に合わぬ。もう少し息のしやすい季節が巡ってきてほしいものだ。まことに雅の欠片もない春にございます。 実は、公家の中にも法王,王様と同じ思いの者は多いのですよ。ほう詳しく申してみよ 今、戻ぞたぞ <laughs> 吉中様私や家来たちに何も言わず幾日も姿を消されて一体どこへ行っておられたのです今日だあ <laughs> 平家偵察のために一人で京へ行っていた。源氏を追いやった者たちの天下がいかほどか、この目で確かめてやろうと思ってな。なんという無茶を。そんなことより聞け、金平。京で面白い噂を耳にしたのだ。義朝の子シャナオが平家に追われ京から逃亡したのだ。 そのようなことが。ふっ。会ったことはないとはいえ、曲がりなりにもこの俺様のいとこだというのに、なんとも情けない話だ。もしシャナ王がここへ来たら、どうなさるおつもりですそうだな。同じ源氏の一族とはいえ、 俺の父はシャナオの父である義朝に殺されている。仇の子を受け入れるかどうか。<laughs> 面白い。いいだろう。平家の世を潰し、源氏を返り咲かせるためなら、仇の子だろうと拒みはせん。もしシャナオが来たら手を組み、兵を挙げて平家に殴り込みをかけるとしよう。 清盛など蹴散らしてくれるお気持ちは分かりますがそれは無茶というものでしょう何俺の力を信じていないのか金平もちろん信じておりますですが今はまだ時期尚早です清盛の力は絶大なもの いくら義仲様とシャナオの力が合わさっても平家を倒すことは無理でしょうだからこそいつか後期が訪れた時に決起できるよう今はこの地で体制を整えるべきですもう確かになまあ、シャナオがどうしようとかも 俺は俺の道を突き進むまでだ見ていろよいつまでもシナムでくすぶっている俺ではないぞ平家を根絶やしにし天下にこの義仲の名をとどろかせてやる頼朝様 やっぱりここで剣の鍛錬をしていたんだどうした忠相何をそんなに慌てている大変だよさっき今日から使者が来たんだ頼朝様の弟の謝ャ王様が平家に追われて今日から脱出したんだってそうか 驚かないの安信から報告を受けていたのでな近々今日で何か起きるかもしれないとそれがシャナ王の件だったのだろう。 シャナ王様かどんな人なのかな俺が生まれたのは平治の乱で父さんが今日から落ち延びたあとだからなシャナオ様は 天狗に剣技を習ったと噂されるほど武芸に秀でてるらしいよそれだけじゃなくすごく賢いんだって今日の町でも噂になってたみたいなんだだから兵器に目をつけられたんだよきっとそうかもな京を出てどこへ向かったのかな熊野とか 欧州とかいろいろ噂は出てるらしいんだけど誰も知らないんだって頼朝様はどこだと思う奥州だろうな逃げて向かうならあの地しかあるまいでも今日から奥州までは遠いよちゃんとたどり着けるのかな心配だよね 運が良ければつくだろうあっさりしてるなシャナ王様は頼朝様の唯一の肉親なのにそうだなシャナ王様奥州じゃなくて椅子に来ればいいのに来てどうする私は留任の身だ 兄弟揃って実居するのか <laughs> そんなつもりないくせに。ちっするつもりの人は、こまめに今日の情報を得ようとしたり、そんな目で海を見たりしないよ、よりとも 証人の話によると頼朝殿の出居先は昼ヶ小島というところにあるらしい監視役である北条時政殿の屋敷とは一応別のようだな自由のない生活だが人の出入りはあると聞いたそれとお前のことも噂になっていた あ,あ源氏のシャナ王が平家に追われ京の都を出たという話だだが安心しろそれで頼朝殿の体遇が変わったという話は聞かなかったあまり気に病むな噂を聞いた頼朝殿もお前のことを気にかけているだろう 直接会えば安心させることができるかもしれない。ならば、頼朝殿に会える方法を一緒に考えてみないか 簡素ながらもしっかりとした屋敷だな。霊遇されている様子はなさそうだ。シャナ、一つ聞いてもいいか 頼朝殿はお前の秘密を知っているのかだったら会えたとしてもそのことについては触れずにいた方がいいだろうなあとはどうやって会うかだが。 おいそこの者屋敷の前で何をしているこれは失礼いたしました我々は今日の都から旅をしている者です こちらに源の頼朝様がいらっしゃると聞きお話ができればと尋ねてまいりましたどういうことだ頼朝様はお前らのようなやからとお会いする暇などない存じておりますただ今日の都は頼朝様にとっても懐かしき場所そこでのお話をお聞かせし 少しでもお心が慰められればと <laughs> そういうことかだが正体もわからぬものをおいそれと通すわけにはまいらぬさっさとここを去れ出なければ力ずくで追い立てるぞ うるさいやつだ何度言われてもここは通さぬ分かったらすぐに何の騒ぎだ その者たちを通せですが通せと言っているわかりましたついてまいどうやら助けられたようだな ああ。礼などいらぬ。それよりも。 名を聞かせてもらおうなぜここに来たただのモノミューさんではないだろうなるほど。 高綱の源が本当になったか会ったこともない兄のためにまさか伊豆まで来ようとは私が頼朝だ。 お初にお目にに目かかります。私は源の義朝様にお仕えした源重成の子春元と申します縁あってシャナオと同時期にクラマデラに預けられ育ちました重成の子かは父と同様 を源氏に捧げる所存形見であるこの太刀に誓ってシャナ王を守り支えていきたく存じます形見その腰に履いているものかさようにございます 今日を出たという話は聞いていた。遠路はるばる、よく参った。そうか。 それほど切望していたのか父上や兄上の話をしろと父上の最後から随分と時がたった。 しかし昔のことを思わぬ日はない過ぎたことだ。 何だ 天のアタウルを取らざれば、帰ってその咎めを浮く。 人には必ず天から与えられた宿命がある私からお前に言えるのはそれだけだそしてシャナオお前の天命は私と共にある決して忘れるな そうだ,なだが表情が随分と明るくなったやはりお会いしてよかったな決めたのか そうかそんなことはない俺はお前の意思に従うのみだ平泉でもう少し己の心を整理してもいいそうすれば道も開けるだろう よしなら急ぐかまずは武蔵の国を目指してそこから東山道に入り平泉へ向かおう <laughs> いつものシャナに戻ったな。 いや少し話しただけなのに随分と頼朝殿のことを慕うなと思ってなるほど何にせよシャナが元気になってよかったあ,あ 頼朝殿か兄弟の情を感じているようには見えなかったがいや何を言ってるそれでもシャナにとっては大切な兄だやはり血のつながりというのは大事なのだな そうだな <noise> ああ本当だ どうかしたのかわかった そうだな。足を浸して疲れを取るのも良さそうだなんだそれくらい自分で。 シャナ何をしているんだ懐かしいなそうか。 今の季節だったかでも怒られるのが怖くて夕げも無理やり詰め込んだんだったなアはは そうだったうまそうだな うん、とても甘いな修行や座学の合間に剣の稽古だと言って野山に出かけていたからな。 ついこの間のことのようにも思えるが遠い昔のような気もするそれはまあそうだな。 あそうだ。懐かしいといえば鞍馬山の北にある小さなほら覚えてるか <music> ああそうだった。 雷からか。ら子供の時の話だし今振り返ると恥ずかしいなだが俺なりにシャナを守らないとって思ったんだろう 当然だろそれが俺の役目だと思っているんだから。だが、決して義務ではない。俺がそうしたいと思ってやっているんだ。だから、これまでもこれからも変わらない。お前が必要としてくれるまでは。 あこちらこそもう少し積んでいこう山道はまだしばらく続くからな今なら夕げが入らなくて困るなんてことも起こらない。 どうした <laughs> 今日はなんだかシャナに世話をかけてばかりだな。 そんななことはない。俺こそシャナに与えてもらってばかりださあ、休憩は終わりだ野宿するなら早く場所を決めなければ。 お前のおかげで元気が出た。ありがとう。 シャナ様春元もご無事だったのですね鏡の宿ですでに出発した後と知った時は一体どこへ行かれるつもりかとこの吉次木をもみました。 そんな頭をお上げくださいご無事ならそれで十分にございます本当に良かった 鏡の宿で吉次殿と合流いたしました最後に京の都にてお会いした時ナ王殿は拙者によろしく頼むと言われたのですそれゆえ平泉へ向かう吉次殿にお頼みしここまで堂々したのでございます しかしな弁慶まさか平泉にまで来るとは思っていなかったんだがなぜだ殿が平泉へ向かうとなれば拙者も向かうのが当然であろうそれが従者というものいやお前は従者じゃないだろなまだそんなことを申すのか お主と拙者は平家相手に協力した仲ではないかはぁ、あ、もういい。お前の気持ちは分かったよ。そうか、それはようござった。 社の拙者の気持ちは変わりませぬその見定めた道を進む時どうかおそばにと願うのみです 拙者がシャナ王殿に力を貸すなど不存にも程がございます拙者はシャナ王殿のそばで好みを持って全力でお支えするのみシャナ王様私も気持ちは同じでございますここへいらっしゃるようご提案したのももとよりシャナ王様のお力になれればと思ったからこそ 何なりとお申し付けくださいさあそれでは秀平様のところへ参りましょう秀平様はキャラの御所にいらっしゃいますシャナ王様のご到着をそれは楽しみにしていらっしゃったのですよ お待たせいたしたそなたがシャナオ殿か我が領地へ参られたこと喜ばしく思うぞ藤原家当主 藤原秀平と申すこちらは息子の安平だ話は吉次から聞いておる。 秀平様後ろに控えるは春厳と申す者春厳は源の重成殿の子社の王様と同じ蔵まで育った者ですそうか源氏の何にせよ長旅ご苦労であった二人ともまずはゆっくり休まれよ 今日を出立する前にもいろいろと苦労があったと聞いておるどうかここでは安心して過ごしてほしいいかな平家の力もここまで及ぶことはない 本当によう見えられたまさか源氏の御曹司と顔を合わせることができようとは夢のようではないかハハ <laughs> 言い方が悪かったな。 わしはそなたに打倒兵器を望んでいるわけではないここでは心を穏やかに過ごしてほしいそう思っているだけなのだ八幡太郎義家様から続く恩をお返ししたいがためだ。 そう。そなたの曾祖,祖父にあたるお方だな。義家様の偉業は代々語り継がれておる。自分の子らにも何度聞かせてきたか。のう、安平。ここ、陸奥国にて、シャナ王殿の曽祖,祖父、義家様と、その父、頼義様が、 安倍の頼時を討った時の話ですね私だけでなく平泉に住まう者なら幼い頃から聞いているでしょううんそうだ。 義家様の血を受け継ぐそなたにわしは恩返しをしたいそれだけだシャナオオ殿ここでは平家も源氏もなくそなた自身の目でものを見られる場所どのように生きるか 考えることもできよう平家と源氏の間では戦いが起こるやもしれぬだが先のことは誰も分かりはしない平泉へ来ること自体迷われたのだろうまだ若いそなたにとって今将来を決めるのは早すぎる だから、まずここで成長し、広い視野を養うとよい。多くを学び、武道に精を出すのだ。 それと紹介しておきたいものがいるのだ。ズグノブ、タダノブ、入りなさいシャナオ様。 おお初にお目に目かかります。私は佐藤嗣信と申す者どうぞ以後お見知りおきを継信の弟佐藤忠信と申しますシャナオ殿平泉に滞在の間はこの継信と忠信に声をかけるとよい。 二人は奥州藤原氏に仕える名門佐藤家の子だ武将としても名高い彼らならそなたの良き鍛錬の相手にもなろうああ気安く忠信と呼んでくれ。 良ければ町も案内しようええ平泉は京の都にも劣らぬ栄えた町この御所をはじめ荘厳な寺社も多く建立しております寺でお育ちなら興味がおありでしょう 砂金を財源とした異国との交易も盛んなのでそちらもお見せしますよ確かに山から見下ろした時も寺院が目立っていたな俺や兄者の武器も今言った異国宋から来たものだ後で見せよう きっと驚くぞん <laughs> いや噂には聞いていたがシャナ王様がこんなにも愛らしい方とは。 信殿そういうことは言わないでくれああ侍の子であるシャナ王様に失礼でしたね私からもお詫びいたします兄者も同じことを思っただろうに可憐な方だとは思ったが私は口に出していない。 今今言ってる言わせたのはお前だろうそれは責任転嫁だ、ありじゃシャナこの二人がそばにいて大丈夫か話をするときは俺が間に入るぞ 願ってもないお言葉です。噂に名高いその武芸楽しみにしております。シャナオ様俺も相手をさせてくれ ゆるりと過ごされよ。 おのれ、兵家をこのわしを陥れようとするとは絶対に許せぬ成め、兵家と縁を持ちながらわしに刃向かおうなどと。 兄上、申し訳ございませぬ謝って済むことと思うかノリモリ、お主がいながらこのような事態を招くとは返す言葉もございませぬ全ては成常らの動きを見通せなかった私の不徳の致すところにございます。 叔父上上。を怒鳴りつけても仕方ないよ、父上娘婿って言ったって所詮は血のつながりもない他人なんだからねえ兄上その通りですよまさか四六時中見張っているわけにもいきますまい呑気なことを申すでないわお主らは何とも思わぬのか はあ、そんなに腹が立つって言うなら殺してしまえばいいじゃないかな、だ俺たちに逆らう奴らなんてもう平家とは何の関わりもないよねだったらいなくなっても構わないでしょ それもそうだなおお待ちくださいいくらなんでもそれはあまりにも無ごすぎますどうかお考え直しを重秀それは極端すぎるというものだ父上もそうせいて結論を出すことはありません 何？うん。 確かにその通りだその通りです、兄上もはや兄上の地位を揺るがす者はおりませぬ。 無益な血を流したとあっては反発を呼びこの先平家に歯向かう者を再び産むやもしれませぬぞそれに夫を処刑で亡くすなど我が娘があまりにも哀れにございますどうかどうか寛大なお沙汰を 分かった。なりつねを処刑はせぬだが許しもせぬぞ兄上。 行きますそこまで、勝者、シャナ王様 負けてししままいましたかシャナ王様はもとより身軽でしたがここに来て動きがさらに洗練されたようですお褒めに預かり光栄ですですがこのまま負けてはいられませんまた挑ませてください。 待て待て兄じゃばかりではつまらない今度は俺が相手をしようお前は先ほど散々お相手い,い,いただいただろうそれはそうなんだが2人の手合わせを見ていたらな。わがままを言うものではない。そうだ。 このあとシャナ王様は屋敷に戻り章を読まれると聞いているそれにも付き合えるなら時間を取っていただけるかもしれないぞ、うん、俺は体を動かす方が好きだって知っているだろう姉じゃんだから言っているんじゃないか。 そうか。では約束だ随分と表情が明るくなられましたねシャナ王様ここでの生活にはなれましたか おおそうかそれは案内した甲斐があったそういえば弁慶もかなり気に入ったようで毎日のように訪ねているらしいああそれは私も聞いた他の寺院にも教えをこいに行っているとか <laughs> いいことじゃないかお,お噂をすれば鍛錬をしていたのか精が出るな殿手合わせなら拙者もお相手いたしますぞ。 クラマになかった書があると聞いてな、それを見せていただいていた。とても集中しておったな、次から次へといろいろな書を読みふけて。そうだったか、夢中になっていたから、覚えていないが、春元は勉強熱心だな。ここに来てずっと書を読んでいるだろう。どのくらい読んだんだ 孫子陸斗兵法三十六家下流教あとはええー、読みすぎだろ俺だったら倒れるぞしかしすべて兵法の書とはそういえば先日の鍛錬でもそれに則っった戦法を考えていたような ああ、とっさの状況判断もできるよう考える癖をつけておきたいと思っていやなかなかできることじゃないあツル鶴ギの柵の警備強化の件もその成果が現れたということか実は先日エミ氏が攻めてきたのです。 古来より北方に住む者たちで度々放棄しこちらへ侵入を図るのですがええ帰り討ちにここ平泉は城作や砦で領地を守っているので被害も最小限に抑えられましたそれで先日 その定作の一つである鶴萩の作の警備見直しを話していたのですが通りかかった俊賢が助言してくれたのですよ俺は書で得た知識を伝えただけで大したことはしていない何を言う知識を生かせるかどうかそれも技量のうちだ 元から堅牢な作りではあったがおかげでより盤石になったと秀平様も喜んでいたここは素直に誇っておけ <laughs> そうだといいんだが。 一体何をしているこれは安平様我々は今シャナ王様と鍛錬をしておりましたそれにしては話し声ばかり聞こえてきたがまったくのんきなものだ そうしても,らいたいもっともこの話を聞けばおのずと気も引き締まるだろうが何かかあったのですか先ほど知らせを受け父上にはご報告したのだが先日京の獅子形に似て一部の貴族が平家の打倒計画を企てたそうだ。 なんと今やすべての祭りとはやつの一存で決められているという。 加えて平の清盛の娘徳子殿が巫子を産んでいるとなれば平家の力はとどまるところを知らぬそうだなそれほどの暴挙が続けば朝廷も黙ってはいないだろう都だけではない。 国中が平家への不満に満ちている。このまま独裁を強いていられるわけもない。天のアタウルを取らざれば… ってその咎めを受く人には必ず天から与えられた宿命がある私からお前に言えるのはそれだけだそしてシャナオお前の天命は私と共にある決して忘れるな シャナオ殿もはや世は混乱の極み各地で反乱が起こればそなたも覚悟を決めねばなるまいだが今のそなたを見ているとその覚悟ができるとは到底思えないもしそなたが源氏の御曹司として打倒平家に賛同するのなら 軍を率いることになる軍を率いるならばそれ相応の威厳が必要だ威厳を持ち絶対的な力を示して皆を率いるそういった器量が必要となるんだしかしそなたにはそれが足りぬ先ほどの鍛錬しかり 来やすい賞など侮られる者。そなたは上に立つ者として、家来となる者に心を寄せすぎてはならぬ。何、意識を変えればいいだけのこと。<laughs> 例えば、そこの春元。 聞けば、幼き頃から共に蔵まで過ごしてきたそうだな。しかし、そのような慣れ合う関係はもはや不要。むしろ彼が膝をつき、シャナ王殿を主と仰いでこそ、周りにも示しがつくというものだ。 父同士が主従関係であったのだろうそれと同じだ。難しく考えることはない。 ならばいいが少し話しすぎたな失礼するじゃあシャナ俺もそろそろ書庫へ行くよ読みたいものがまだたくさんあるんだ鍛錬の邪魔もしたくないしな ならば拙者も堂々してよいか寺に頼まれていた書を取りに行かねばああ構わないではなごめん 棚のそばにいなくていいのか殿が今迷われておるのは承知の上しかしそばにいたとて悔しいが助けにはなれぬむしろ拙者やお主を気遣って答えをせいてしまう可能性すらあるだろうなるほどあるじの気持ちを察したわけか。 玄拙者はお主のことも気がかりだったゆえ堂々したのだぞ俺<れ>安平殿が主従を結ぶよう言ったこと気にしておるのだろう京にいた時話していたではないか <laughs> そのようなこともあったな。 だが俺たちは、父たちとは違う。俺とシャナ王は子供の頃から一緒に育って、主従関係という形から切り離されていた。だから、俺はシャナ王のことを守ると決めているが、それは、主従を結んでいるからじゃない。そうか。実際のところ、 俺たちの間柄には何と名前を付ければいいんだろう。幼馴染みというのもなんだか違う気がする。俺が家来としてシャナに忠誠を誓う。そんな未来がもし来たら、その時、俺は今まで通りシャナのそばにいられるんだろうか。 して、いかがする安平殿の言うことは同理。殿が現実最高に立つと決めたその時は。わかっている。俺もシャノも、変わるべき時なんだろう。それまでに覚悟は決めておくさ。 おのれいかに法王様といえどもこのような横暴が許されてなるものかそもそも越前の所領は四死孫孫まで続いて与えるという約束であったはずそれをこのように許せん法王様が現在の地位を得たのは誰のおかげと心得ているのだ 方言の乱の折に法皇様の側につきストク上皇を退けたわしの働きあってこそではないか今日で平乱が続き法皇様の心を悩ませる度にわしはそれを沈めてきたこれほどまでに朝廷に尽くしてきたというのにええー、本当に。 これまでの父上の功績を顧みない当てつけのようなやり方はいくら法王様でもひどすぎますわそのとおりじゃ徳子分かってくれるかさっきの獅子形にで起こった陰謀事件では法王様に近しい者たちばかりが集まって平家打倒を相談していたとか。 これに法皇様が気づかないわけがありません黙認していたというのなら法皇様にも我らを疎む心があったということいいえもしかしたら法皇様自ら陰謀を先導していたかもしれませんわうんわしもその可能性を考えてはいただが そうだとしても、わしが初断をすることはできぬ相手よそうですわね確かに直接手を出すわけにはまいりません法皇様は法皇様ですものですから私思うのですそろそろ法皇様には。 祭りごとの世界から退いていただけないかしら？と。そんないい方法があったらいいですわね。ね。父上いい方法か？ そうだな、徳子の言う通りだ。今が動く時なのやもしれぬ。 とのいかがされましたか春元がならばおそらく書庫にでも向かっていたのではそれは良い案です 拙者も久しぶりに春ゅと手合わせしたいものですな <music> ほうそれは熱心だ。 いかがされましたか殿、おそらく春厳は変わろうとしておるのです 殿は鍛錬に励み己を高めていらっしゃるその姿に鼓舞されたのもあるでしょうがおそらく先日の安平殿の話に思うところがあったのだと思いますもし源氏が立ち殿も参陣することになればそれを支える従者は必要不可欠 もちろん拙者も力を尽くす所存ですが、俊賢は自分も立派な従者となれるよう成長したいのでは おここにいたんだなシャラ王様鍛錬にはいかないのかどこかぼんやりとしていますね何かあったのですか 王様が鍛錬しない修行に余念がないシャナ王様がこれは由々しき事態だぞそういえば朝毛もあまり食していなかったような近頃ため息が多かったのも不調を隠されているとか。 うーん、しかしなあ頭ばかり使いすぎても体に毒だぞそうだならば今日は気分を変えて狩りに行ってみないかちょうどいい場所を知っているんだそれはいい考えだ体を動かせば気分も上向くというもの。 取り場としても、ここはうってつけのように見えますな。野鳥も多く住んでいるようだ。だろう。俺はイノシシを狙うぞ。何？それは負けておれん。拙者はクマを狙おう。 シャナオ様ここより北へ向かわれると上作がありますそちらは警備を強化しておりますのであまり近づかれませんよおう任せておけ ャナ様は目がいいですね見つけるのがお早い囲い込んで仕留めますか はあおあ…シャナ一体どうしたなぜこんな山奥にいるんだそれで一人だったのか 俺は先日読んだ兵法書に習い似たような地形を見ようと思って今日はずっとこの山にいたんだとにかく皆を探しつつ山を下りようああ今まで歩き回っていたなら一旦休んだ方がいいか暗くなっても俺が道を知っているしその辺りは心配ないが。 どうしたもしや怪我でもしているのかあ確かにそうだなあ寒いのか 日が暮れて風も冷たくなってきたなちょうど羽織を持ってきているんだ使ってくれお前はくしゃみをしただろ俺は平気だから。 分かったまったくお前はいつも頑固だなだが二人で肩に羽織るには少し小さいここは足元を温めよう寒くないか だが肩は冷たいぞほらもっとくっついておけお前は昔から寒がりだし帰ったら生姜を入れたクズを飲むか そうだな。あいつだったかのように俺の分まで飲まないでくれよハは <laughs> そうだったな。 いずれにせよまずは屋敷へ帰らないとな忠信殿のほかは誰が来ている山道をたどればきっと会えるさ少し休んだら行ってみよう 安心《俺も会えてよかった》《お前の顔を見た時驚きもあったが》 どこかほっとしていたんだ俺はお前と話せなくて寂しかったんだな署の 一人で抱え込むなよと言いたいが俺では肩代わりできないこともあるか <music> 一つ聞きたいことがあるお前はずっと平泉にいるのか <music> お前は これまでで静かな暮らしを望んでいた。それは今も変わらないと思うここへは頼朝殿に応えられるよう力をつけるために来たがお前が望むのならそのまま腰を落ち着けてもいいだろうだが頼朝殿が打倒平家に乗り出せばそうも言っていられないシャナ その時お前はどうするんだ そして、シャナオお前の天命は私と共にある決して忘れるなここでの生活は捨てるのか そうかお前の気持ちは分かったならば俺もそれに応えるまでだこれまでと同じとはいかないが俺がお前を支えることに変わりはないシャラオドロ は様、<laughs> よかったご無事だったのですねああ <laughs>、うん、これで一安心だなってなぜ信玄が一緒にいるんだいえお詫びするのは我らの方です殿を見失った後、 すぐお探ししたのですが時間がかかってしまいなぜ羽織をお持ちにもしや体が冷えてしまわれましたかまずい早く暖を取らねば いいえ風邪をひいてからでは遅いですシャナオ様は戻り次第すぐ湯わみをなさってください忠信ああ分かってる俺は一足先に戻って湯わみの支度だな忠信殿頼んだぞ 心配はいりませぬ殿忠信殿なら一人でもすぐに準備できますああせっかくですから拙者がお背中をお流ししましょうそういうわけにはまいりませんお詫びも兼ねて私もお手伝いいたします い,いえ、拙者たちの落ち度です。ここはお任せを。待て、ベンケ。ここは俺に任せてくれないか。俊ュシャナ王がそういう扱いを増えてとしているのは知っているはず。疲れているだろうし、ゆっくりさせてやってくれ。 俺も冷えてしまったしついでにシャナ王の面倒も見ておくそれでいいだろ承知いたしました殿がそうおっしゃるのであれば。 とにかく戻りましょうか。忠信も首を長くして待っているかと。おお、そうであった。であれば急ぐか。うん、早くお連れするためです。今しばらくごしん ああ、弁慶は豪快ですねずっとここで暮らせていけたらお前も幸せだろうにだがそれは無理なんだなならば俺は。 清盛はなんと強欲で恐ろしい男であろうかとうに好意から遠ざけられた身とはいえこのような屈辱を受けることになろうとは。 これ以上、清盛の隙にはさせぬ世を思いのままに操ろうとする平家一門の所業を許してはならぬ平家は、清盛を撃つ この領事を各地に届けよう。私服している源氏の侍に呼びかけて立ち上がらせるのだ。清盛目を打倒し、この平家の世を終わらせるために母 ついについにこの日がやってきたぞええその通りですねだがこれからは違う持ち人王の領事のもと堂々と平家と戦うことができる 侍として、源氏として、存分に俺の存在を示すことができるんだ吉中様。こうしては俺んすぐに戦の用意をしよう俺は今日この日のために、基礎の地で地盤を固めていたのだからな領事は方々の源氏に届けられていることだろうが、 誰にも負けるものか、真っ先に今日に攻め入り、清盛を撃つのは俺だ日陰に追いやられる日々は終わった。今々しい平家の火を沈め、源氏の世を作る時が来たのだ俺が、この吉高が、新たな時代の朝日となってみせるぞははっ この金平どこまでも義仲様と共にすでに多くの源氏がこれに応え各地で平家打倒の兵を挙げております頼朝殿にもぜひ加わっていただきたい。 すごいとうとう源氏が立ち上がる時が来たんだね平家がいくら強いと言っても各地の源氏が集まれば十分対抗できるはずだしこれは千載一遇の機会だよかもしれんな頼朝様もちろん挙兵するんでしょ 頼朝様 頼朝様…しばし待て…これを持ち… 関東に散らばる源氏ゆかりの者たちを訪ねろ領事に答え兵を挙げるように書いたそして源氏の嫡流であるこの私のもとへ集えと <laughs> じゃああ,あ私はこれより挙兵する源氏として 平家を討つそのために力を集めなければならないまずはこの関東の平定を進める任せだぞ高瀬なあお任せをお役目 必ず果たして見せるよ。待て高津は。関東を回った後はそのまま欧州へ向かえ。欧州？あ、それって。 もしかしてそうだ平泉にいるシャナ王のもとへもその書状を届けるのだ。 分かったよ オ近江の源氏佐々木家の息子で今は頼朝様の部下をやってます頼朝様の命令で弟君のシャナ王様にお会いするために来ました 高綱でいいよ、シャナオ様あなたは俺が使える方の弟なんだからお会いできてよかったよ必ずあなたに今の状況を伝えるように言われてきたからさ そのまさかだよ源氏の嫡男源頼朝様はこの度ついに伊豆にて挙兵なさったんだ <laughs> このところ平家の横暴で都が荒れていたのは知っているよね そう、自分の孫を天皇に据えたりして平家のやり方は目に余るものだったんだその状況を受けて持人様が全国の現地に平家を討てという領事を出したんだ。 残念ながら計画は平家に発覚して持人王様は撃たれてしまったけどその領事を受けて今源氏ゆかりの者たちが次々と兵を挙げている伊豆の頼朝様も北条家や他の武士たちを巻き込んでついに挙兵されたんだ今は各地で戦いながら どんどん源氏に味方する者たちを増やしているところだようん、どうか頼朝様のもとへ来てほしい一緒に平家を倒して源氏の世を取り戻そう 頼朝様も、王を待ってる。伊豆まで来てくれた弟だものその縁を信じて俺を使わせたに違いないよ。 シャナ王殿いかがする <laughs> そうか覚悟を決められたか ならば、わしから言うことはない。ここでの暮らしが、そなたの力になれたのなら、それで十分だ。 無論、トロの一の家来として、コロを捧げる所存。どこまでもお供します。よくぞ、お決めになられました。兄上様もさぞ、お心強いことでしょう。トロならば、ご立派に務められます。な、あ、ゅん そうだなじゃあすぐに準備しなくちゃシャナ王様が来たら式も上がるよシャナ王様 あなたはもっとご自分を誇ってもよいかと思われます私はここで必死に努力されてきたことを知っています今なら立派な源氏の侍として戦場で活躍できることでしょう兄者の言う通りだその小さな背中にはとてつもない力がみなぎっている。 その力を持って世を乱す平家を倒さんとするシャナ王様は素晴らしいお方だああならば我らが取るべき道は一つシャナ王様我ら佐藤兄弟もあなたについて行かせてくださいこれより我らも シャナ王様の家来としてくれわしは構わぬぞむしろこちらから申し出るところであったこの二人はかねてからそなたに懐いておったのでなこの先シャナオ殿には 信頼できる仲間が必要だ次信と忠信は実直な侍きっと力になる行く先は険しく苦難に満ちていようがわしはそなたがその思いを成し遂げられると信じておるぞ。 決まりだなシャナ王様我ら兄弟命を懸けてあなたのために尽くしましょう。 ああ、少し気が張っているのかもしれない。だが、寝ておかないと辛くなるな。早くお前も戻った方がいいぞ。 お前がどんな道を選ぼうとも俺は全力で支えるこれまでそう思っていただが平泉でのびのびと暮らすお前を見るうちにこのまま源氏に縛られない平穏な日々を送ってほしいとも思ってしまったんだ 《ああ》当然だお前は生まれた時からずっと平家ににらまれ鞍馬の山で生きてきたそんなお前が源氏の名を背負うことの意味を俺が分からないわけはない。 原服し一人前の侍となったそれがお前の覚悟なのだろうあ <laughs> 《安平殿に従者となるべきだと言われたとき戸惑った》《もうこれまで通りにはいかないのだと》だがそれでも。 お前が源氏として戦うと決めたのならばその道の邪魔にならぬよう従者になろうと心に決めた決めたはずなのにお前と俺との何かが変わってしまうことが怖かった。 これまでのように源氏も何も関係なくただお前を守りたいと思ってしまったんだだが安平殿がおっしゃることは至極当然これから源氏として参陣するとなればなおのことだ。 お前が道を決めたのなら俺も改めて覚悟を決めるこれからは従者としてお前に就くとすまないもう迷わないよあと一晩で心を決めるから。 何を だがそれでお前の立場が悪くなるのは俺の本意ではない何 めちゃくちゃなことを言うだがお前らしいなお前はいつもこうやって俺を明るく照らしてくれるんだその名の通りに。 ああお前の名には「輝くものの子」という意味があるだろう。その名のもととなったビルシャナ仏はこの世をあまねく照らす御仏けの名だシャナお前は俺の世界を明るくそして温かくしてくれる子供の頃からずっとそうだ お前のその強さにいつも勇気づけられる今回もそうなったな。 ならば、ここで誓おう。俺は俺として、お前と共に生きると。俺はこれからもお前と共にある。そして、お前の秘密を守り通す。戦場では、互いの盾と刃となって戦おう。 今宵出立する前にこうしてお前と話せてよかったシャナああ <laughs> 違うもう義経だったな俺もなんだか変な感じだだがそれもしばらくすればなれるんだろうな 服して義経となったお前を昔の名で呼ぶ者はもういないだろうだがこんな風に二人きりの時には変わらず呼んでもいいかシャナと。 幻服し、侍として歩もうとするその覚悟を、俺は支えていきたい。しかし、だからといってシャナ王を完全に消す必要はない。俺だけは、秘密を抱えて生きるお前を、変わらず見ていると覚えていてほしいんだ。 そうか。 やっと関東まで来たね。あと数日もすれば鎌倉に着くよ。 俺なんていいよ行きと違って賑やかで楽しかったし一番賑やかだったのは高綱だった気がするがそうだなワッパのように食事を頬張ばる姿は特に見ていて微笑えましいものがあった俺はワッパじゃないよそれに。 これでも義経様のおかげで気合は入ってるから緊張感が伝わってくるっていうか見ていると気が引き締まるんだよねこれまで何度も戦は経験してるけど改めて鼓舞されるみたいな それは心配いらないだろう殿の腕は平泉で格段に上がっている私たちもついていますからご安心を戦における経験不足は我々が補佐いたします殿拙者のこともお忘れなきようどれほど敵が強かろうとも恐れるものなどございません恩美は 拙者が命をししてお守りいたします。この思い俊元にも負けませぬぞななぜそこで俺を出すんだ平泉を立ってから何やら吹っ切れた様子何とも頼もしい顔つきになったと思っていてなあれだけ修行にも励んでいたのだ拙者ものんびりしてはおれぬ それは確かに兵法に関しては私たちの中で一番詳しくなったのではそこまでのものかは分からないが全力は尽くすつもりだどんな戦だろうと負けはしない義経のためにもな。 ならば、ここで誓おう。俺は俺としてお前と共に生きると俺はこれからもお前と共にあるそしてお前の秘密を守り通す戦場では互いの盾と刃となって戦おう。 先方より何者かが…んああ、安心して。あれは頼朝様の使いだよ。 ャナ殿とお見受けいたします失礼しました頼朝様からのご伝言です頼朝様が挙兵されたことを知った平清盛が討伐軍を出しました頼朝様はそれを受け迎え撃つべく西へと向かっております 三島たりまで進んでおられます頼朝殿のもとに兵は集まりだしているのか三浦義澄殿を棟梁とする三浦の塔をはじめ上総介広常殿千葉常胤殿の一族合わせて3万ほどになっております 平家の動きはどうなんだ私がこちらへ向かう直前に得た情報では駿河の国へ入ったと聞いております駿河ですかそうすると両軍がぶつかる地点は頼朝様は藤川辺りになるのではとお考えのようです 殿一行の到着時期によってはすぐに合戦に入る可能性もあると。ほう着いた早々に平家と剣を交えるかそれは気合を入れねばならぬな。 うん、目指すは藤川だね。 頼朝軍の陣営は随分と大きいですな平家側にも劣らぬ規模です本当だ俺が平泉に向かう前はここまでの数じゃなかったのにうん頼朝様は最近まで撤去していたでしょ初めは本当に少数だったんだ 死者も言っていたが頼朝殿の意に賛同し合流する者が増えているのだろうなそれだけ平家への不満が溜まっていたと考えればこの成長ぶりもうなずけるとはいえまさかここまでとはそうだなしかし規模だけで戦況を判断するのも尊敬だ まあ,あ、一つ提案なんだが、陣へ入る前に敵の様子を探ってみないか。幸い海戦はまだのようだ。今のうちに情報を集めれば、戦況把握に役立てられるかもしれない。 まず、この辺りから巡回兵の動きを見るそれで統率の良し悪しが分かるはずだあとは備蓄の量も把握しておきたいなこれは接近しないと難しいがそうですね 荷を運ぶ者たちならそういった話もするでしょう陣からの出入りが多く近づきやすいかとならここは巡回兵の動きを見る組と兵の様子を探る組に分かれるかだったら遠くも見渡せる背の高い人が巡回兵を見るのはどうかなこっそり接近するのは小柄な方が有利だし。 わかった。こちらは任せてくれ。あ、陣の外に兵がいるよ。荷を積んだ馬を引いてるし、ちょうどいいんじゃない 気づかれないを注意しないとなうまく会話が聞こえるといいがなあ聞いたか昨日もかなり脱走兵が出たらしいぞ何日か前から続いてるよなまあ 気持ちはわからなくもないそうなるとこっちもやる気が出ないよな敵の偵察に備えて馬だけは一丁前に引かされるんだやってられるかああ本当に。 備蓄のある振りなんて意味あるのか腹も減りっぱなしだし、俺も逃げたいよ。 早々に現状が見えてきたな。もう少し探ってみて、合流しようか。 そこの者をこそこそと何を嗅ぎ回っているここは源の頼朝様の陣だぞ怪しい連中め、まさか平家側の患者ではあるまいなえちょっと待って俺は頼朝様の側近だよ 側近だとお前のような小アッパが頼朝様に仕えている姿など見たことがないどうやら新参の兵のようだなこれは入るまで時間がかかるぞ佐々木高綱って言えば誰かわかるよ頼朝様の命令しばらく遠出してたんだ ほら、この方は源の黒義経様頼朝様の弟君ではるばる平泉からお連れしたんだよ源の黒義経だと あ景時殿ちょうどよかった俺たちを入れてください騒がしいと思えばそなただったか高綱ハはは、<laughs> すみませんでも助かりました あ、この方は梶原景時殿俺と同じ頼朝様の側近なんだよ話は聞いている元服し今は義経と名乗っているそうだな殿の元にも以前 いつまで会いに来たとかほうそれで今頃になって長せ参じたと景時殿状況的に 義経様はすぐに動けなかったと思いますよ声がかかるまで奥州に逃げていたというだけであろうただの臆病者ではないか殿が連れてくるよう仰せられた以上迎え入れはするが戦力になるとは思えんな 今の発言聞き捨てならぬ我が主を臆病者と言われるかいくら頼朝様の側近であろうと許されんぞですか家来のしつけがなっておらんな ならばその覚悟は戦働きで証明してもらおうちょうどこれから軍議がある義経殿も参加いただけますかな 見たところ義経殿と同い年ぐらいのようだがどこぞの侍の子か春源と申します父は源重成かつて源の義朝様にお仕えしておりましたなるほど父に習い子も従者となったわけかならば付き従うのも道理だな 打倒平家はそなたにとっても悲願であろうせいぜい進化として徴用されるよう励むのだなはっ,はっ まあいい軍議は一刻後だ人幕の奥までその者のと共に来られよあんなことを言うなんて。 そうだな。しかしながら景時殿はなぜあのように殿を貶としめる発言ばかりするのだまったくだはるばる欧州から駆けつけた殿に対してあまりに心ない言い草ではないかごごめんねみんな景時殿は頼朝様の腹心だしいろいろと。 考えることも多い立場だからしかし迎え入れる側であるならばそれ相応の態度というものがある。 我慢ななどとんでもない。ここは俺たちも全力で戦うええ義経様が気に病むことはありません私たちこそ柔軟に対応しなければ。 行くか。 よく参った。よろしくお願い申し上げます。ああ、期待している。 これから軍議だそこへ座るまずは現状の報告から影時はあ。我が軍は現在藤川を挟んで平家軍と陣を構えた状態 双方、川の中流に位置しております敵の総大将は平の常政清盛の甥ですが特に戦上司との話は聞いたことがありませんとはいえ油断は禁物あの大軍を討つには先手を取るのが上策でしょう こちらの規模も拡大しておりますが正面から攻め入るのはいささか心もとない状況ですそうか義経お前はこれが初陣だなだが研さんは積んできたと見える 今のこの状況をどう見る考えを聞かせてみせよ。 息が下がっているという情報はどこから得たほう何を言い出すかと思えば偵察などわざわざせずともこちらですでにやっている今言ったような話は聞いていないが何かの間違いでは 何幸い遠方からでも敵陣の様子が見え兵たちの動きも確認することができました。 見張りは定期的に巡回を行っていましたが経路も兵によってまちまちで集中をかいた姿も多く見られたようですまた兵糧の備蓄も軍の規模に比べて少なく賄いきれていない様子そのせいで数日前より脱走兵が後を絶たないと不満が出ていました 平家側は合戦前からすでに統率が取れていないということかはいどうやらこちらに蹴取られないよう指示があったようですが話を聞けたことで実情が分かりました以上のことから士気の高さにおいて我が軍と大きく差があるかと状況は理解した その上でお前ならばどうでる孫子には朝の際は A、昼の際はだ暮れの際はきなりとあります軍の士気は時がたつほど下がっていくもの元より士気が低いのならば ここはヤシで一気に叩くが上策。さすれば勝利は確実かと存じます。ふん。殿、いかがなさいますか義経。その者と共に隊を編成し、各方面へ通達せよ。 今宵奇襲を決行する敵方をか乱させ一網打尽にする平家狩りの始まりだ なんだあれ？<laughs> どうした？招待だが源氏の奴らが下流へ移動してるんだよ。まさか下流から渡って攻め入るつもりなんじゃ？おいおい！そりゃ無理だろう。あの数じゃ渡りきる前に居殺される。 あ確かにそうだなまあ一応報告はしておくかああ、飯もろくに食えないしダリーな殿松明に必要な薪は。 下流へほぼ運び込みましたぞ信玄本体は平家軍に見つからないよう迂回して上流へ配置できたようだ思ったより早かったなあとは夜まで待機するだけか。 しかし野襲の準備か兵法をもとにしたとはいえよくもまあこんなことを思いつく褒められるのは嬉しいが。 まずは策を成功させねば。 さっきからあくびばかりするな仕方ないだろ眠いんだから向こうの人膜だって静かだしどうせ見回りしたってんああれ対岸の下流を見ろ下流あ あの明かりは。はっお。この松明の数は壮観だな。これほど明るければ。 こちらに平家の注意が向くああ下流に向かう姿も昼に見せたきっと大軍だと思うだろうよしこれが策の前段階義経 次の一手を そういえば夕方源氏軍が下流にいると報告があったぞなじゃあ造園を呼んだのか嘘だろう。<laughs> 源氏ごときが奇襲だと皆の者さっさと迎えてししかし タイはどこも混乱しており統率が取れておりませんなんだぞ松明に時の声敵方が混乱した今あとは一網打尽にするだけかこちらの兵の士気も存分に上がったこれならいけるぞ いよいよだああ俺も隣で手を貸す存分に戦え あ、龍から来てるぞあんな対軍相で無理ださっさと逃げるなるほど。指揮が低いとの情報は間違いではなかったようですな。急に気を取られ、上流から来た我らにも気づかぬとは。 なぜ、ここにも源氏が知ったところでもう遅い。ここは我ら本体が殲滅する。一人残らず叩き潰せ 拙者はまずこの辺りを一掃いたします私たちも手を貸しましょうただのブおう暴れてやるぜ よしあそこだ だだったら何だというのだ野襲など仕掛け負ってもはや勝機はない退却だ引け皆引け退却だ皆逃げろ

俺もうまくいってホッとしているよお前の大切な初陣で失敗などできないうん見事に先を読んだその手腕恐れ入ったぞ信玄大将である常政はどうした そうか。大将を逃したのは板手だが、今宵はよくやった、義経。春厳、と言ったな。お前も見事な策を立てた。戦況を見極める目は、確かなようだ。 ありがとうございます時に確かお前は義経と共に蔵間寺へ預けられたと言っていたな見たところ義経と同い年かはい蔵間に託されたのは 父の死で心を弱くした母が生後間もない俺を育てられなかったからと聞いておりますそうかその刀は重成の形見と言っていたなさようでございます いや、今後も期待している。存分に励め。は<っ>。すごいじゃないか、春賢今日の活躍で頼朝様から一目を置かれたな <laughs> い,いや、それは言い過ぎだろう。 それに俺は、義経が侮られてはいけないと必死に考えただけだ。 私も義経様に賛成です。信玄は戦場で存分にその力を発揮したかと実力かそう言われるとこそばゆいな。 あ、ah. そうだ。この藤川での源氏の大将はすでに各地へ広まっているしかしこのまま京に攻め入ったとでそれでは勢いに任せたものになろうここは一度鎌倉へ戻り事軍含め関東の地固めを優先すべきとのお考えだ。 恐れながら俺はそのお考えに反対ですおっしゃる通り関東の地固めも重要なことしかし要は打倒平家の機運に満ちております藤川での大敗も平家に大きな動揺を与えられたことでしょうここは気を逃さず勢いに乗って攻めるべきかと。 確かに平家の動揺に乗じた方が戦いも幾分か楽だろう立て直しを図られると厄介だだが今京へ進行し平家と戦えばたとえ勝てたとしてもこちらの戦力が大きく削られるそれは京が平家の本拠地だからでしょうかそうだ 戦力はなるべく温存させたい。そのためにも、優位な環境を整えてから、今日にセメイルベギラ。<laughs> <laughs> <laughs> このまま攻めろとは、弱敗者の考えそうなことよ。ここは慎重になるべき時だとわからぬか。ですが。<laughs> 今すぐ攻め入らないとしてもやはり鎌倉は遠い遠いだとこの戦は国中を巻き込むものですがその中心は平家のいる京の都今はできるだけ都に近い場所にいるべきです鎌倉では情報は元より動くのにも時間がかかる うーん、それは確かに他軍と連携するにも対応しやすい打倒平家を掲げる軍は皆都を目指しますから他軍って例えば源義仲とか破竹の勢いで北陸から進軍してるって聞くねあの信濃源氏か。 それって。 話は分かっただが鎌倉には皆で戻る。 とはいえ戦況把握も重要だ一度鎌倉に戻り此度の事後処理を終え次第私が都へ向かう直ためはいかがされるのですここは慎重に事を運ばねばそちらは景時お前に任せる私は都だ 刻々と変化する状況に対応するならば私が今日の都にいた方がいい軍は引きず少数で行くですが私の決定に意見するか兵 <laughs> 平家はこの手で倒すそのために 多少の布石も投じておくべきだ地固めはお前でも十分できよう私は来たる都入りのために動いておくそれと同時に平家他勢力の動向も探り今後の采配を決めるつもりだ。 春お前は私と共に来いその地を役立ててもらうはっそして高綱お前は情報収集に長けている二人目として入れはーい任せてそれから義経 お前も私に堂々せよ。先ほど申し出た分、しっかりと働け。 話は決まったまずは鎌倉へ戻るぞ、はあ、見られていたか 京へ向かうこと自体はいいんだ。ただ、少数で向かう上、頼朝殿とお前まで行くことになるとは思わなかった。 お前も気をつけるべきだと言いたかったんだお前の秘密それが知られやしないか心配なんだ少人数で潜伏となると とにかく都へ向かう時はこれまで以上に気を引き締めておこう困ったことになったらすぐ行ってくれ。 この道を下って行けば、都は目の前だよ到着後、すぐに宿の手配をしろ。平家方に見つからぬよう、慎重になでは、六原からなるべく遠い場所ですね。宿のある通りを後であげておきましょう おい。気を引き締めろとは言ったが、もう少し肩の力を抜いていいと思うぞ。都では、辛い思いをたくさんしてきた。 だが今はそれを乗り越える力を持っているだろう二人でいれば大丈夫だ。共に任務を果たそう。 あ、その意気だ。 都中その話で持ちきりだよしかし信じられないあの平の清盛が亡くなったなど。 亡くなったのは数日前暗殺とかじゃなくて熱病だったって話だよそれで回復せずそのまま町の人たちも動揺してるけど平家はもっと混乱してるみたいだね清盛は平家の中心人物大きな支柱を失えば揺らぐのも当然だろう 兵器に反旗を翻す動きが、いよいよ活発化してるって噂もあった。今日がいつ信仰を受けるかって、民はそれを心配してる感じだったよ。 各地で反乱が起こるだろうな源氏ゆかりの軍だけでも現状いくつか挙兵しているし一番名前が挙がってたのは頼朝様だね次は源義仲だったかな義仲か それは状況次第だろう。我々の関係を考えればそう簡単にはいかぬお前は生まれてすぐ鞍馬に預けられた身故に知らぬだろうが我らの父である義友と義仲の父である義方は兄弟だ。 しかし中央と結びついた父上は勢力を伸ばそうとしておりそれを阻んだ義方を殺した過去があるもちろん手を組んだ方が良い状況とあればその限りではないが因縁ある相手と手を取り合うことはなかなか容易ではない目指す道において少しでも邪魔になれば。 刃を向けることもあろう。 義仲とぶつかるのは極力避けたい平家と義仲がつぶし合ってくれれば一番楽だがとりあえず頼朝様これからどう動こうかいきなり状況が変わっちゃったけどそうだな平家が混乱している今のうちに叩くのが良さそうだ高綱 お前は急ぎ軍の編成に着手しろ兵糧と補給源の確保も忘れるなそれともう一つ使者として行ってもらいたいところがある後で書状を渡すうん任せてよそれじゃあ早速行ってくるねさて 清盛の件は景時たちに早馬まで知らせるべきだな義経俊元お前たちは宿が取れ次第今日の状況を探っておけ妙な噂があれば報告しろはい 離宮だああ以前は清盛に幽閉されていたが清盛亡き今幽閉は解かれ離宮にて再び院政を行っている。 今から法皇様との謁見に向かうしかし相手は天上日とそう簡単に謁見することなどできないはず仮に接触できたとしても我らの存在が平家側に知られてしまうのでは 無論そこは身長を期した。源氏側についた京の貴族へ働きかけ秘密裏に取り計らってもらったのだそのため実現にはかなり時間がかかったが高綱の立ち回りがようやく効いたようだそれと もう一つ使者として言ってもらいたいところがある後で書状を渡す法皇様がお待ちだ行くぞ。 表を上げよそなたが源の頼朝かはっ。 後ろに控えますは弟である源九郎義経そしてその友の春元頼朝そなたの先の藤川での戦いはすでに耳にしておるあの平家どもを蹴散らしたそうだな大義であるぞ よくぞ打ち破ってくれた私はただ餅人王様の領事に従っただけです餅人王うん我が息子ながら感心なことよあれで平家に討たれなければよかったのだがして頼朝 私に会いに来た理由を申してみよ。は私は領事により立ち上がりましたが今や多くの力が私のもとに集まっておりますこれは平家の横暴に耐えかね人々が刀を取り始めた彼に他なりませんこの力を持って必ずや平家を倒します その覚悟を伝えに参りましたうんよくぞ申したやつらのせいで世は乱れておるこの悲しみを絶つにはそなたたち源氏の力が必要だろう <laughs> ただ頭角を見せ始めているのはそなただけではないとも聞いている木曽義仲いや源の義仲であったかあの者もまた武力に優れ他をまとめるにふさわしき奴量を持っているそうだな。 頼朝よ,りよ私は義仲でもそなたでも平家を打倒したいずれかが源氏の次期統領となればよいと考えておる。私の言っている意味が分かるな 部門の頂点に立つのは一人だけ。そして、その者が他の侍を率いればよい。さすれば、私も叱るべき地位を、その者に認めよう。しかと、肝に銘じておきます。うん 期待しておるぞ、頼朝そして義経兄だけではなく弟のそなたも活躍したと聞いてある先の戦ご苦労であった。 そなたも平家には思うところがあるだろうやつらによって都を追われたのだからそれでも腐らず精進したとは立派なもの兄のもとでしっかり励め。 さて話はしまいだ。一刻も早い切符を待っておるぞ。私は高砂と共に出かけてくる。お前たちは宿へ戻るなり、物を調達するなり、好きにしろ。 違うんだ法皇様との謁見を実現させるなんてさすがだなと思ってなそれはお前にも言えることだろ 名を呼ばれていたじゃないか頼朝殿はそう思っていないと思うが <laughs> 何でもないそれより腹がすかないかそこの位置で何か買って帰ろう。 ああ、最近あまり食べていないからな俺も食べたい分かったまた後でなあの様子だとシャナは気付いてないようだな 先ほどの法皇様の含んだ言い方はどうも気になる源氏の棟梁は一人だけ頂点を極めた者にしかしかるべき地位を与えないとは逆に源氏内の不和を狙っているのではと勘ぐってしまう俺の考えすぎなのか もちろん手を組んだ方が良い状況とあればその限りではないが因縁ある相手と手を取り合うことはなかなか容易ではない目指す道において少しでも邪魔になれば刃を向けることもあろう頼朝殿のあの言葉も引っかかる。 頼朝殿たちの父上である義朝様と弟君の義方様彼らと同じようなことがもしこちらにも起こったなら兄弟同士の戦い頼朝殿はおそらく容赦しないだろうだが肉親と戦うなどシャナにできるとはとても思えない絶対に苦しむはずだ とにかく今後の状況をよく見極めるべきだな。 うまいしかしこのご時世によくこんなに変えたなこのままでは都はさらに荒んでいきそうだな。 どううだろうな大丈夫だ常盤様には夫である一条様がいらっしゃるんだきっと守ってくださるたとえ今日が戦場になったとしてもきっと無事逃れられるよう手を打ってもらえるはずだ そうだないやお前のたっての願いならば叶えてやりたいと思っただけだお前は昔から肉親を求めていたからな頼朝殿も含めお前が家族水いらずで過ごせるよう俺も力を尽くす。 しかし俺に血のつながりはない肉親とは違うだろうずっと心に引っかかっていたんだ今日を出る時常様のことで傷ついたお前を。 俺は立ち直らせることができなかったそれをしたのは頼朝殿だったいくら生まれた時から一緒だと言っても地には勝てないそう思ったんだ そうか。あ,あ。 何を<タッ>そ、待って。<laughs> ほら、やめ <laughs> しゃ<あ>な <laughs> <laughs> ややめろと言ってるだろ <laughs> ああ、俺は平気だ。むしろうまく受け止められてホッとした。 慣れてるからってそんなこと言うなそれとこれとは別だろほらそのまま動くなよ怪我がないかちゃんと確かめないと。 うん、大丈夫みたいだなよかったまったくお前は時々突拍子もないことをするからな本当に目が離せない。 くすぐられて倒れるなんて子供みたいだったなそう何度も謝らないでくれおかげで久々に思い切り笑った。 こんなふうに話していたらこの人選でよかったと思ってしまうな今日に来るのは危険だと言ったがやはりお前と一緒でよかったってことだ油断できない状況ではあるがお前といるだけでやはりホッとする。 ありがとう。 都が気になるのかまさか今日出ると同時に平家が火を放つとは大それたことをしたものだ。 何をしている町の様子は高綱に下げらせている。我々は蔵間寺へ急ぐぞ。 源氏の御曹司たる頼朝殿にお会いできるとは光栄にございます平家の都落ちで混乱もまだ続きましょうそれが収まるまでここでお過ごしくださいませ恩に切る。 そなたらの波紋は寺に類が及ばぬようにと決めたこと誰がそれを責めよう何よりわしは再びそなたたちと顔を合わせることができて嬉しく思っているよくぞ参ってくれたここを立つと決めた日そなたにはまだ 己の宿命に対し迷いがあった。しかしこうして放棄された兄上と共にいるということは道を決めたのであろう。 そうか。ならば兄のもとでしっかりと励みなさい俊ゅそなたも源氏の侍の子義経を助けるようにはいもちろんです義経と俊ゅは同時期に鞍馬へ預けられたと聞いた。 生まれたた場所も同じだったのかどうでしょうかわしが聞いたのは春ゅの父重成なり殿が義朝殿の身代わりとなり落命したことを受け時は殿が憔悴した春ゅの母に代わりこちらへ預けに来られたという話だけなのですでは シゲナリの子だとしか聞いていないとはい形見の太刀を預かりましてな春厳に授けるようにと言われましたふん <laughs> ああすっかり長話をしてしまいましたすぐ部屋へとご案内いたしましょう 二人は以前と同じ部屋を使うといい皆には伝えておくまたここに戻ってこられるとはな。 義仲は都に入ったかうん兵の数もすごかったよ明日法王様との謁見が控えてるみたいこれからは平家の代わりに義仲が今日の統治を行うんだろうね 早生まれ得た情報だと平家は今日の西の一の谷にとどまってるらしいよそこで再起を図ってるみたい今日からも遠くはないし油断はできない感じだね 義仲側がこちらをどう見ているのかそこを掴んでおかねば協力も何もないいずれにせよ情報がいる義仲軍の動きは把握しておかねば高綱は京に残った貴族たちの様子を探れ義経と春玄には義仲軍の内情を調べてもらう 確かに噂程度では確実性に欠けるここは本人と言葉を交わすくらいでなければならないでしょう義仲の人となりを知るにはそれが一番確実で早いね加えてあちらが我々をどう思っているかそこも分かれば頂上だでも 潜入ってどうするの大きな軍だし兵として志願しても義仲にはなかなか近づけないんじゃないかな。 内情はうまく聞けそうだが俺たちのなりでは怪しまれないかならばそのなりを生かしてみるか義経お前は女になれ。 <laughs> あちらはまさに飛ぶ鳥を落とす勢い上洛も果たした今連日宴となるだろうそうなれば必ずやらは白拍子を呼ぶ宴に女はつきものだ お,前はおの子にしては小柄で線が細く肌も白い女の着物を身にまとえば女に見えなくもない調べ押しとして潜入し義仲に近づくのだそうすれば直接あれと話ができる。 お待ちくださいならば俺がやります俺なら背格好もほぼ同じ声色を変えれば問題ないかと本気かだが。 私はどちらが調べ押しになろうと構わぬもう一人は奏者としてともしろ春玄って笛か何かできるの お,おい任せた 承知いたしました高綱お前には他の命だついてこいはーいそれじゃあ二人とも頑張ってね 謝るな。お前は覚悟を持って望んでいる。俺が曲げさせてはいけないものだ。ここからは腹を決めて、俺も共に行くのみ。気を引き締めてかかろう。 今もそう思ってくれてるのかふと思い出したんだあの時もお前はそう言って俺に笑顔を向けてくれたなって俺たちが8つくらいの時だったか あの頃の俺は小さくて体も弱く稚語の中でも出来が悪くてでもお前は違った俺を置いてどんどん剣の腕を上げていって父のように強くなれと言われていたのにそんな風になれるとは到底思えなかった そんな時、鍛錬をしていたら、初めて兵家の侍に出くわしたんだったよな。ああ、くそ一体ここはどこだおっとなんだお前たちは あなたこそ、なぜこのようなところにこころには草上型谷の奥地だ何 <laughs> 迷ってそんな場所まで来ていたのか <laughs> 道りで道が見つからぬわけだおいガキども何か食い物を持ってこい山を下るにも力が出んわ。 腹がもたぬから持ってこいと言ってるのがわからんかさっさと行ってこいっシャナに乱暴するなあん今シャナと言ったかもしやこいつ源氏の御曹司か シャナ王といえばあの義朝の子クラマの山奥にいると噂で聞いたぞち違ういいから離れろなっうるせえ邪魔だ <laughs> うわっこいつ 切りやがったなくそう,うんすまない。 本当は僕がお前を守らないといけないのに何もできなかったこれじゃ父上のような強い侍になれない僕じゃシャナを守れないよう。 でもそうかな。 シャナうんありがとう弱かった俺を強いと言ってくれたその言葉にとても励まされたそして 俺の得意だった笛を褒めてくれて好きだと言ってくれたのが嬉しかったんだ <laughs> そうかだがあの瞬間から俺の意識が変わったのは確かだそれからは修行に明け暮れ お前と肩を並べられるようになった。俺が買われたのは、お前のおかげだ。 衣装を手配してくれた商人の話では義仲軍の兵たちが町で暴れているそうだ恐らく軍の統制が取れていないんだろう義仲軍はもともと荒くれ者が多いらしい連日民家へ押し入っては食料をはじめ色々いろいろ略奪して回っているようだ ああだからこそ今宵の潜入でしっかりと見極めないとならない一連の暴挙は義仲の命なのかそれともごく一部の兵が暴走しただけかああすぐに向かおう。 まずは宿で着替えてからだサナ、うまく着られそうか 終わったかな,なら入るぞちゃんと切られたかよれていたら俺が直して。 お前が変装するなんて反対だったのにこの姿は反則だいやどこも変じゃないとても綺麗だやっぱりお前は女なんだな お前は怒るかもしれないが俺は新鮮な姿が見られて嬉しいよ今までお前は男として育ち女であることを隠してきただろそんな生き方は窮屈だったはず そう思ったらお前の姿が余計美しく見えたああそうだななんというか安直な物言いになってしまったかもしれないいずれにせよ今のお前は女そのものだ俺も警戒はするが気をつけろよ あかんざしが曲がっていたんだ差し直してやろうと思って <laughs> いいんだすぐに折るからじっとしていろどうした もうそんな時間か。では行こう。 止まれ何用だこちらのお屋敷に勇猛なる誉高き源義仲様がおいでとお聞きし一つご挨拶をと参じました平家の者どもを今日より追い払ってくださった義仲様を今宵は美しい舞と笛でお慰めできればとはあ、oh. 今日のものもはお高く止まったやつばかりと思ったがなかなか気が利くなよし通れは,はっさあ 手を、段差に気をつけて支度をするならこの部屋を使えお声がかかるまでここで待機だ。 承知いたしました。吉中様に何卒をよろしく。なあ,あ、心配するな。あの方は騒ぐことが大好きだ。すぐに呼ばれるだろうよ。蒸し暑くはないか良ければ風を入れるが。

わかった。部屋の外に人がいるはずだ頼んでくるから少し待っていてくれ、はああしていると本当に女性にしか見えないな。 野山を一緒にかけていた幼なじみが身なりを変えただけであんなにも鮮やかに女性になってしまうとはまいった <laughs> お前たちか俺の武勲を聞いてやって来たのは <laughs> 英雄と名高い義仲様にお会いできましたこと誠と光栄にございます。 <laughs> そうだろうともまあ堅苦しい挨拶は抜きにして早速楽しませてもらおうそら金平お前は真面目で面白みに欠けるもっと近くで見てみるといい私はここからで十分です義仲様こそ羽目を外しすぎませんよ つまらんことを言うな俺は今日も飲みやかすぞさあまずは今宵の蝶の名を聞かねば白拍子お前の名はではチトセオこよ今宵は俺を存分に楽しませろ。 センスを剣に見立てた剣部ですねあ <laughs> ははは、こりゃいい 素晴らしいですな笛もなかなかの腕ですぞこれは。 新しい剣舞だ千歳、それに笛のお前も気に入ったさあ、持ってやれ次の舞を踊るがいい それにしても義仲様、こうも早く上洛が叶うとは、さすがですな今や義仲様は周囲を巻き込み、打倒平家の流れを作る側。入教で先陣を切られたのには驚きましたが。はっ、俺はやりたいようにやる。総大将だろうが、それは変わらん。 実力があるからこそこれまでもいの一番に突っ込んでいたのだ金平もそれは承知の上。おおか今井殿は義仲様と地兄弟でしたなまあな俺とは違い寡黙な男だが戦場でも頼りになるやつだ <laughs> しかし義仲、か中様ここまでは勢いで来たもののやはり兵の大半は途中から増え始めた寄せ集め一度軍の見直しをすべきかとうんそれは確かに見直しな実は先日兵の中には暴挙を働いている者も,もいると聞きました これでは民の不安を煽るばかり義仲様から言っていただく必要があるかと <laughs> くだらねえそんなもの放っておけそっちのことは金平お前に任せる俺はそれよりもやることがあるからな 吉中様、それは一体。決まってるだろう。平家の追悼だ。なんと今は入教を果たしたばかり。すぐに追悼とはせわしないですな。俺ももっと先でいいかと思ったんだがな。方が早々に命じてきやがった。 全く偉そうに誰がこの京から平家を追い払ってやったと思ってるんだか、泣く子も黙る源氏の棟梁源義仲様だぞ義仲様源氏の棟梁などそのような物言いはお控えください棟梁と名乗るには法皇様に認めていただくほかございません ですが、まだ正式に賜ってはいないな状況です。<laughs> そんなもの時間の問題だろうが他に誰がこの偉業を成し遂げられるああ藤川で勝利を収めたとかいう頼朝がいたかだがあの腰抜けは京へ上がらず鎌倉へ戻ったと聞く。 時期を見極められぬ愚か者に天が味方につくはずがないわ <music> まあ平家を討つのは面白いからな兵糧が確保でき次第出発だ。 お前らも準備を進めておけ。は、承知いたしました。吉中様、その時は今日を離れることになりますが、何か対策を打っておくべきかと。どういうことだ今ここで我が軍が離れれば、 その隙に他の者が上落し、義仲様にとって変わることも考えられます。ここは、法皇様の心霊を得つつ、行動していくことが肝要でしょう。あの狸爺じの機嫌を取れということか。つっ、めんどくさいが仕方ないな。 よしならばこうしよう千歳を後白河法皇様に献上する <laughs> <laughs> 千歳ここに来てみろ。 やはり美しいな。これほどの器量で舞も素晴らしいとなれば、あのタヌキジジイも気に入るぞ。まあ、皆もそう思うだろう。手始めに送る品としてはちょうどいい。どれ、献上前に俺が確かめてやろう。 お前がどれだけの逸品であるかをに 黙れ勇女不税が何を言うお前その身のこなしただの白拍子かにしては俊敏すぎる。 手も腰元に伸びていた。まさか。お待ちください、吉仲様。我らはただ舞を収めに。うるせえ素性も知れん輩が、俺に意見するな <laughs> その動き、刀を扱えるな。 さてはどこぞの患者が探りに来たか黙れたとえ女だろうが怪しい奴は生かしておけん残念だったな。お前はここで殺されるくっ <laughs> <laughs> 女をかばうかいいぜまずはお前と遊んでやるこの俺に刃を向けたのだせいぜい楽しませろー早く逃げろ 侵入者だ！兵を呼べ！すぐに捕らえろ！殺しても構わん！あれが敵だ！かがれ！オラ！ 逃がすかそこだ <laughs> そいつに近づくな 嘘だ、こんなに違う待て待て待ってくれ早く逃げて手当てを喋らなくていいお願いだからまだ死ぬな ああ、なんだよ。まさか兵に先を越されるとは。まあいい。十分楽しめたし。そいつもさっさと片付けるか。 共に歩んでくれるのだろう おやめください、義仲様。あ,あなんだお前俺に盾使おうってのかそうではございませんですが乱暴な真似は見過ごせませんそのものは今宵義仲様の武勲を讃えんがために舞を収めに参った次第 都議をするために来たのではございません。どうか手をお話しください <laughs> 誰に向かって勝手なくしよう吉中様私からもお願いいたしますそれは少々やりすぎかとあなたにとって今は大切な時期白拍子を献上するというのも。 得策とは思えませんああそうかよここにいるのはつまらんやつばかりだな前の奉納は受け取ったすぐに退質を。 ありがとう存じます <タッ>大丈夫か<タッ>本当か 《そうじゃなくて》《吉中に男にあんなことをされて何ともないということはないはずだ》 男として剣を構えて退治するときとは全く違うこんな女の格好で怖かっただろう。顔がずっとこわばったままだよく頑張ったな 大丈夫だ。もう強がらなくてもいいんだぞここには俺しかいないだからもっと力を抜いてみろ 俺にはそう見えた。ずっと何かを我慢しているようだったから。 礼なんていらない。お前も頑張ったんだからな。 そうだな。ならしばらくこうしていようか。 寝たのか緊張の糸が切れたんだな都に来てずっと慌ただしかったし無理もない早くシャナが自由に暮らせるようになるといいいずれにせよまずは義仲のことをどうにかせねば都を取り巻く環境は日々変化している。 さきの様子では、義仲と頼朝殿のぶつかり合いは避けられないだろう。せめてお前が傷つかないよう、俺がそばにいるからな。 ご苦労。何事もなかったようだがよほど完璧な変装だったようだな義仲は大変上機嫌で酒もかなりの量を飲んでおりました酩酊していた状態であったからこそ義経ですら女に見えたのだと思います。 そうか。それであちらの内情は 加えて朝廷側との関係ですが法皇様は義仲殿に平家討伐をお命じになられたそうですなるほどでは義仲は近いうちに平家追討に一の谷まで出向くのだなはいそこで義仲が平家討伐を成し遂げれば法皇様も義仲を認めざるを得ないかと。 現状は把握した。義仲のことは引き続き様子見だどう動くにしても今の状況では何もかもが足りんお前たちは別名があるまで待機しておけ。